はいえー、とそれではです、ね、本日入門講座の全体構造編の全1回になりますけれども、えー、講座の方を進めてまいります、えーまあ、1年間です、ね、入門講座という形で担当させていただきますレクセンに講師の田中と申します、えー、よろししくお願いいたします、えー、まずです、ねえー、本日の全体構造編というのはこれからまあ法律を学ぶにあたって、ねえーまあ、一番最初の内容になりますですから本格的な学習内容については民法ですね次回民法1回で全、ね、24回民法ありますけれども まあそこから順次、えー、必要な科目をずっと、ね、学習していくことになりますが、まず1回目は、ね、その法律を学ぶにあたっての、まあ、考え方であったりとか、まあ、もっと基本的な法律の解釈の仕方とか、まあ、そういうようなところを使いながら、まあ、実際にどういうふうに勉強していくのかというのを扱っていくことになります。でまずです、ね、えー、最初に、全体としてレジュメの方になりますけれども、まあ、入門講座自体はです、ねえー、まあ法律入門というのがありますけれども、えっとね。 まあ、い,いろいろな試験があるんですよね、あの特にえ入門講座の2年コースということになると、えーまあ、最終目標が司法試験の方だと、まあ、司法試験に向けて、まあ、予備試験、えー、法科大学院南関の法科大学院試験、えー、の入試というのが出てくると思います、であとは、まあ、論文が問われる国家総合職の公務員試験とかでっぱりやっぱりそれは論文式が問われるということになりますが、基本的には法律の勉強のまあゴールというのは、まあ、しっかりとあの論文を書けるようにするということに尽きるんですね。 でまあ、入門講座ではそこからまあ逆算していく感じです、えー、しっかりと論文を書けるような知識を入れていってそれで実際に、えー、講座でちゃんとアウトプットしていって実際に論文を書けるというのをちょっと練習していくという形になりますでそうすると、まあ、そもそも論文ってなんだという話になりますよね、えー、今までなんか、えーまあ、論文という言葉がたくさん出てきましたが、えー、基本的にどういうものかというとあのこれは、ね、あの試験によって変わりますが基本的には事例問題、えー、と呼ばれるものです えまあ具体的に見るとですね、まあ、ここにあの一応予備試験で問われる能力とはとうう書いてありますが、えー、一応入門講座と予備試験を受けられる方がまあ多いのとあとはえまあ入門予備試験というかあの今の法律の試験の中で一番スタンダードな難易度な試験なので、まあ、一応予備試験という形で書いてますけれどもその能力って何かというとやっぱり事例を解くということにつきます、でじゃあこの事例問題って一体何なのかということなんですね。えー 例えばまあこれからまだね学習初めての方であれば、えー、例えば民法っていう法律があるんですで民法っていう法律は何かというとまあ私人の一般司法の一般法って言われていてまあ誰かと誰かのまあ民間人と民間人が揉め事になった時にそれをどう解決するのかっていうのが示されているのが民法なんですよ、えー、だから例えばね、えー、誰かが貸した金返してもらえない、えー、どうやって貸し金お金返してもらおうかとかね、えー、もしくは なんか自分の住んでいる,る建物になんか自動車勝手に止めているやつがいると、えー、これ、なんとかできないかとかね、まあ、そういうのは詩人間の紛争があった時にその詩人間の紛争をどう解決しますかみたいなのがまさに事例なわけですだからこれは問題にもよりますけれども具体的にある登場人物が現れてその登場人物が言い分があってでその言い分に対して法的に解決できますかと。 まあどちらの方が言い分が通りますかみたいな形でその回答を求めるというのがまあ論文になりますでもっと分かりやすいのは刑法とかだと分かりやすいかもしれない、まあ、刑法で論文だったらもう問題文はシンプルなんですよ あのもうすごくうさんくさい人がいて、うさんくそでやってるんですよ、なんか法に触れそうなことを何人かでやってる、でその時にその人に何罪が成立するか、えー、もしくは、えー、複数人いるんだったら、その人に、えー、共犯って聞いたことあるかな、えー、例えば一緒にやったら共同正犯、えー、例えば何かそそのかしたら共作犯みたいに、じゃ複数の人にどんな犯罪がどういうふうに成立するのかみたいなものを論じてくださいっていうのがあの論文なんですね。でこれは 例えば地方予備試験であれば7方すべてに必要になりますね。学習する7方すべてになりますし、あとはまあまあ公務員試験とかであればその必要科目ですね。必要科目について論文が問われるということになります。そうするとですね、少し戻りますけど例えばまあちょっとざっくりと2ページにあるんだけども、まあすごい今日は実際にまあ論文式じゃないけど事例問題の解決の仕方を通じて実際法律の勉強っていうのをちょっと学んでいこうという感じになります。まあ一応これね。 あの民法って実は、ね、か改正されてまして最近ねあの平成12年って書いてあるとこれは古い民法なんだけどね、あ,のあ,のでこれはあまり気にしないでください、えー、例えばこういう,ふうな問題があったとします、まあ、平成12年の1月5日に、まあ、X さんがいて、Y に対して、えー、返済期日を、えー、平成13年1月5日、1年後に100万返せということで貸したわけですで、貸し付けたんだけれども、えー、Y、つまり借りた側は一向に返してくれないとします。 まあ、X としてはもう返してくれないから、まあ、平成30年の10月7日、まあね、結構経ってますけれども、えー、Y に対してもいい加減貸した金返せと、えー、いい加減貸した金返せというふうふに口頭で、えー、催促したところ、えー、Y は、まあね、ちょっとあれなんでしょうねごまかしたんですかね、えー、もうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから、えー、とりあえず年末まで待ってくれと、えー、言って懇願したため X は分かったとじゃあ、えー、年末まで待つぞと、えー、言ったとでしかし Y は X に対して一切 返済することなく現在に至っている、まあ、こういう状況があったとするでこれはまず法律の勉強の前の段階で、まあ、実際にその法律論文というものの事例問題というのは、まあ、これを、まあ、もっと長いね実際はね、えー、すごい長いですけど基本的にはこういうふうな問題に対してこういう質問がつくわけです、えー、Y に対して100万円を返せと言えますかっていうでこれを要するにあの論文の形で書くということになりますで,でそうするとねあの論文っていうとなんかさあの ちょっとなんか今までなんか経験だと小論文みたいになんか自分の考えを書きましょうみたいなえそういうまあイメージを持っている方もいるかもしれないですが基本的に正解筋がありますですから,えですから例えばこれなんかはえこれからやりますけども6法を使ってまあもしくは自分の知っている知識だね。 例えばインプットという形であれば入門講座だったら、まあ、民法だったらまあ24回で、まあ、全員100回近く7科目あるわけですがその中で必要な知識とかはちゃんと入れていくことになりますで、そうすると自分の持っている知識、もしくは条文の知識、それからこれからやりますけれども、条文がないものについては最高裁判所が似たような事例について判断を下したりします。 それを判例というんだけれどもそういった自分の知識や条文や判例を使ってもし、このような事実があったときに、まあ、X としてはこれを返還請求できるかどうか返せと言えるかどうかを回答していくということになります。 でこの実際の書き方みたいなものは、えー、実際に答案練習ですね、答、まあ、っと呼ばれるものですけれども、そういうのでどんどん書いていって、まあ、添削をしたりして直していくという形で修正していくので、まずは考え方をしっかりね、えー、一番最初の入門では身につけていくことが中心になりますが、でそうするとこのような問題、これは民法ですね、X と Y との間で、まあ、トラブっているという場合。でそれから まあ学習だと中心になるのは3法と言われていてまああの私の入門だとねあの民法、商法、民事訴訟法から入っていって民事系、そしてえ刑法、刑事訴訟法という刑事系、憲法、行政法という広報系という形で進めていくんだけどまあ基本的には大きく分けると、まあ、重たい科目としては民法と刑法とまあ憲法という形になるんだけれどもまあ例えばこのような民事系であればまあこういう,ふうな形で聞かれるわけですで。 じゃあちょっと話、えー、変わりますけれども、えー、そうすると他にはどういうものがあるかというと、例えばさっき言ったけど民事系であったら、このように具体的な紛争に至る経過が示されているわけですね、えー、もう具体的に何月何日、いくらかしたらどんな発言があったかみたいな、えー、そういう,ふうな具体的な経過が示された上で、まで、あ、一方当事者の主張や相手方の反論を踏まえて主張が認められるかどうかを、まあ、検討するような出題形式になります。でこれははね系っていうのは今日全体構図だから後半で あの学習すべき法律というのを全体像をちょっとやるんだけど、えー、憲法というのが広報系に当たります、えー、どういうことかというと、まあ、ちょっと軽く説明すると、ね、あの民事系というのは、まあ、一般的に司法と言われているのよ。 私私人詩人ののの紛争を解決すするためのものになりますですからこれからやるけれども民法、商法、民事訴訟法という3つが、ね、大きくあるんですけれども、まあ、民法というのがまあこの一番基本、です私人と私人との間の紛争を解決する一般法と呼ばれるもので、まあ、一番根底に流れるもので商法といったらこれは会社とか、えー、商人とかその商行為をなりわいとする者が行う場合それは商法といいます。 で民事訴訟法というのは実際にそういう民事上の紛争を、えー、裁判手続きで解決していくという、まあ、こういった、まあ、民法とか商法とか民事訴訟法というのが、まあ、この民事系の科目と言われるものになる後方系というのは何かというと憲法とか行政法などですね、まあ、これは司法と書いてありますが、まあ、民法などになりますがこれはですね公権力と 詩人の問題なんです、えー、特に憲法って今まで何かの形で、ね、勉強したことあると思いますけど例えばさ表現の自由って聞いたことありますかね、えー、憲法21条1項で表現の自由っていうのは保障されているって書いてあるんだけどあの憲法っていうのはどういう法律かっていうとあれは日本の国の在り方を決めた法律なんですよ。 だからこれまでまだ法律の勉強を本格的にしていない方とかだと中学校とか高校とかの公民とかねそういうところとか一般教養みたいので例えば国会内閣裁判所とか財政とか,なんか憲法ってそういうイメージがあるんでしょでその他に基本的人権ってあるわけですでこれら全部何かというとあの日本の国っていうのはこうあるべきだっていう国の在り方を決めた最高法規なんですだから表現の自由ってかいうでしょあれは何かというとあの私たち国民は表現の自由を持っている。 でで私たち国民は表現の自由を持っていて国はそれを勝手に制圧することはできませんというあの法律なんですよつまりあの民法とか刑法というのは国民が名当人なのよ例えば民法だったら、まあ、例えばこういう場合にはこういう紛争こういう場合にはこういう権利があるよみたいな話で国民の権利義務でしょで刑法というのも例えば窃盗を人のものを盗んじゃいかんと。 えー、人のものを盗んではいけない、えー、もしくは、ねえー、勝手になんか偽造してはいけないとか、ね、人の血をつけちゃいけないみたいに、まあ、国民に対するな当て人として、えー、国民に対する規律が与えられている、だけど憲法は全部主体は国なんですよ、つまり日本という国はこれをしてはいけないとか日本という国はこういうふうなルールになってますというのが憲法なの、そうすると表現の自由というのは実は国に対して要するに国民が持っている表現活動を妨げてはいけませんという法律になるんです。 だから例えば、仮にです、ね、私が何でもいいけれどもどこかでポスターを巻いているとポスターとかビラを巻いているときに例えば、ね、行政、例えば地方の条例とかでビラを巻くなという条例ができたとしますよねビラを巻くなという条例があったら私は何て言うかというとその地方公共団体もしくは国が行ったその条例が私の権利を侵害するから違憲だよと主張をするわけです。 でこれは要するに日本国憲法だけれどもえ憲法というのは基本的には公権力が必ず現れてくるでこの公権力が行う行為について、えーまあ、言ってみれば許されるか許されないかということをやります。 だから例えば、事例問題って話に戻るけれども憲法の事例問題ではさっき私が言ったような話になるんですよ、例えば私が日頃なんか自分のなんか宣伝活動をしたいからとりあえずねあの駅前でビラをまいてました、ビラをまいていたところある日は条例ができた、もしくは法律ができてえ例えばね夕方5時から7時の間にはそのビラをまいてはいけないという法律ができました、それに対して私が不満に思っているわけです、ビラ巻まきたいと。 5時、7時なんてもう、ね、人がたくさんいるんだからね、負けば負くほど、ね、宣伝になるんだから、いいじゃないか、でその時に、じゃあどういうふうに主張するかといった場合、それはやっぱり憲法で、の国の行っている行為は憲法違反だよということを検討することになるで、その国に行った制約が許されるかどうかということを、まあ、実際論文の形で書く、詳しくは憲法でやるけどね。 でそうするとこのようにやっぱりこの民事系とか広報系になってくると、まあ、具体的な紛争が示されてでそれに対する主張、反論みたいなことを書いていくことになるでそのための、ね、武器を、ね、あの入門講座で身につけていくという感じですで犯罪系だったらさっきの特定人複数の人がいてその行為について犯罪が成立するかどうかを検討するという流れになりますでじゃあせっかくですから、ね、じゃあ事例後問題をやってみようということになりますがさっきの あのどんな問題でも大体法律科目である以上は大体そのような問題が多いですえ特にえ大学で例えば法律系の勉強をちょっとやったことある人は大学の定期試験だとねまあ一行問題で何とかについて論ぜようみたいなねえそれでもうとりあえずえそれだけで書くしかないみたいな問題っていうのはまあ,あったと思いますけれどもまあ基本的にその傾向はまあゼロではないけれどもまああの資格試験であったりとか公務員試験とかそういう試験ではまあ相対的には少ない で事例問題がしっかりできるようになっていれば、あのその特別な対策という形で対応できる問題になりますから、まずは事例問題をしっかり書けるようにというのがやっぱり大切になる、じゃあ、どうやるかというとです、ねあの、まずちょっとせっかくですから、まあ、アプローチという形で今日もちょっと見ていくと、まあ、大体ね、法律の問題ってシンプルなんですよ、まず事例の内容をまず分析します。 えー、例えば時系列がありますね、えー、いつどこでどうやったっていうことですでさっきの問題だったら平成何年にこういうことがありましたみたいな、ねえー、時系列があってで人物関係踏まえてまずは事例の内容を取るで事例の内容を踏まえてから何をするかというと当事者がしてほしいことを考えるんだよこんさっきの事例もう一回ねあのまた戻りますけれどもさっきの事例だったら何してほしかったか金返してほしかったわけですよねということは当事者の主張っていうのはもうとりあえず金返してほしいじゃあ 金を返してほしかったらどういうふうな根拠で金を返してもらうか、ね、日常生活だったら貸したものだから返すのは当たり前だろうということになるけれども法律の勉強ってそうはいかないんですよ、えー、例えば民法の何条が根拠で金を返すんだということになるからそうすると条文の知識がそこでまず必要になるいい、ねえー、するとまず根拠となる条文は何かということを検討していく で、じゃあ最初だから説明するとですね、事例解決のための視点としては、やっぱり一番最初はちょっとこれは行ったり来たりするけれども、あのこれから勉強するにあたって一番大切な条文です。えー あの実際にまあ六法ですね、こちらに実は入門講座の中ではえ六法を必ずあの引いていきます、ですからあの六法は、もうまあ例えばどういう六法というのはまた追って説明することになるかもしれないけれども、一般的に本屋さんに売っている六法、これはあの問題文を解くだけじゃなくて、講義を受けたりとか、あとは講義を受けるだけではなくて、日頃勉強するときも常に持っている学習ツールになります。 でこれは論文式試験でもそうです、特に予備試験とか、ね、法科大学院試験を視野に入れている方は、あの六法は唯一持ち込んでいいものなんですよね、まあ、持ち込むというか、対応されるものなので、実際に試験時間中弾けるんですよ。ということは、どれだけ六法に手をなじませていくかというのがすごく大切で、であ一般的に勉強すると、六法を弾くという習慣がやっぱりなかなか身につかない。 えーまあ、聞いてとりあえず納得して覚えてってなっちゃうとじゃあ自分で弾、ねえー、けるかって弾けないから、まあ、必ず条文を参照しながら、えー、勉強していくことになりますでこの条文をまずしっかりと学習することがスタートでそうするとちょっと戻りますけれどもやっぱり条文中心の学習になってきますじゃあねせっかくですのでさっきの2番の問題をちょっとね2ページの問題ちょっと一緒にやっていきましょう、えー、まずスタートとしてこの問題というのはどうなるかというと え平成12年の1月5日、X は Y に対して返済期日を平成13年にえ貸したんだけど返してくれない、じゃあ、この時にお金を返してほしいとまず請求するわけだけれども、じゃあこの請求をするに当たって、ちょっと見ていきますね、お金を返せって根拠条文が実はあるんですよね、それはね一応、6本持っている方は後で6本見てほしいんですが、今日はねえと全体構造なので6本持ってきてないと思いますので、後ろに6本引用したのがあります。 ええ、ね、九ページですね。今日使うものは全部九ページにあります。え九、ー、ページでこういうふうな規定があるんです。民法では。ええー、五百八十七条という規定があるんですね。えー、つまり。えー、消費貸借っていう、えー、条文なんだけれども。この条文を見ると、えー、当事者の一方が、えー。種類、品質、数量のものを持って、変換することを訳して。 まあ言ってみれば同じようなものを返すよということを返すことを約束して相手方から受け取ることによってその効力を生じるというふうにされているんですよね。 でそうするとこれは何を意味するかというと片方の人が同じものを返すよと例えば100万円を借りたんだったらその同じ数量の100万円です全く同じ札である必要ないお札である必要はないけれども種類、品質、数量が同じ100万円を返すよという約束をしてそして、えー、このお金を受け取ることによって効力が生じるとされているんですよ、でこの効力というのは何なのかというと当然、契約というのはこれから勉強しますけれども、まあ、こういうのを契約というんですよ。 人人と人との約束ですよ。ただ、約束は守らなきゃいけないわけですよね。でこの守らなきゃいけないというのがこの飛約の効果なんですよ。ということは、今言ったこの品質、種類、数量のものを持って返還することを約束して受け取っているよね、あなたと。受け取ったらその期日に返すということは結局は期日に返還すると。 えー、その決まった日に返すという義務が、えー、そこで生じるということになるわけですそうすると、ですねちょっと戻りますけれどもそうすると、X としてはちょっと見ますけれども、こんな感じです <laughs>、えー、なんで X はじゃあ返せって言えるかって出発点はこうなるんですよつまり、X は Y に対してさっきの民法5十7条という規定があった587条、失礼しました、えー、587条という規定で、まあ、言ってみればえっ、ー、と 消費貸借契,契約というものが成立したというのは問題文の1行目から2行目に書いてあるよね。平成12年の1月5日に,、えー、もう要するに100万円を貸し付けたって書いてあるから要するにお金を受け取っているんですよね。渡したんですということは結局は Y というのは平成13年1月5日に。 100万円の返済にしましょうか返済義務があるんですよ、この契約の効果としてだから契約の効果として返せという。だかからら言ってみれば X の側からすればばの側す お金を返せっていう貸し金返還請求というのをさっき言ったとおり民法587条に基づいてやっているということになりますであの実際に最初のうちはねあの特に入門口座って1回目でも言うけれども特に納得中心でいきましょう,あのもうあの実際に理解納得することが中心で、まあ、暗記とかはいくらいでもできますからまずはこういう形で法的根拠としてはこの民法587条という条文に基づいて、まあ、金返せって言われてるわけですでじゃあこれが要いいですね これが通ったらもう終わりです、X の価値です。だから終わりってことですね。じゃあ、ゃあ Y としても言い分ありそうだよね。Y としてはこれどうですかね。えー、なんか返したくないってなったときに、そうするとなんか返さなくて良さそうだっていうものがないですか。えー、返さなくて良さそうだっていうのがなんか、あのー、この問題文から現れそうなのがありますよね。ちょっとおそらく気づいたらっていう感じですが、なんか返さなきゃいけないのって平成13年ですよね。 Y ってこれ、今、いつだいこれは平成30年10月7日とかになってますよね、えーまあ、聞いたことありますかね、もうお金返って返すようになってから17年返してないんですよね、そうするとなんとなく日常生活で聞いたことあると思うけど、時効で返さなくていいなんて聞いたことあるよね、そうするとこれはなんとなく、なんか17年経ってんだから返したくねって Y は言いたいよね、もう時効だ、そしたらこれは確かに言いたいんだけど、法律の勉強は根拠上部ということです。 つまり何年経ったら返さなくていいのかもしくは本当に返さなくていいのかということがちゃんと条文の中に書いてあるからそれをちゃんと探さなきゃいけないででそうするとですね、まあ、本当に今日、法律を初めて触る方は一応ね、こっちにありますから民法166条,、えー、16条に書いてあってでこれは債権等の消滅事項、えー、というふうふに書かれている、えー、規定があります、えー、条文でもこれね、六法でも同じように書いてありますからそうするとこれを見ると債権って書いてあるんですね。 で債権というのは今日の後半でやります人が人に何かせいっていう権利です、えー、つまり金返せも債権、えー、物をよこせも債権ですね、えーまあ、実際に、えー、こういうふうに何かをよこせとか、ね、返せとか、まあ、何でもいいけど人が人に対するやる請求権のことを債権と言います 特に法律の勉強って、ね、外国語みたいところあるでしょ初めて聞く言葉があるからそれはまあ一個一個定義に、ね、慣れていくといいですで特にあの入門講座の場合だと、まあ、私の場合は特にそうだけど結構最初から法律用語バン,バン使っていくのでそれをやっていく中でまあなんとなくネイティブになっていくっていうイメージだと思うので、まあ、一応債権というのは人から人への請求権ですでそうすると人から人への請求権である債権は次に掲げる場合には消滅するということだから何か消えるんだろうなとじゃあ いつ消えるかをちょっと見てみましょうか。そうすると、ここに一号っていうのがあるんです。あ、これちなみに。後で条文の読み方やりますけど、これは百六十六条一項一号って読みます。えー、百六十六条、ま一項一号って読むんだけど、見ると。権利行使をできることを知った時から、五年間行使しない時。つまり、返せって言えることを知ってから五年。ということですね。ということは、さっきの条文の事例を見てもらえると、何が書いてあるかと。 まあいうことですけれども、はい少しちょっと戻っていきますが、えー、y から x に対しては、はいちょっと戻っていくと、えー、権利の行使ができる時ってこれっぽくね、これっぽくない？平成十三年十月い一月五日っていうのが返済期、まあ弁済期って言ったりするけど、そうすると返せって言えることを知った時から五年ですが、当然 x は知ってますよね。 だってさお互い約束してるんだから、えー、平成13年の1月5日に返すって約束してるわけだから、えー、当然、えー、これが返せって言えることを当然この人は1月5日に知ってるはずですよね、X としては。だって1月5日が弁済期なのをお互い約束してるわけだから、まあ、1月5日に返せっていうふうに、えー、行使できることを当然知っているはずです。ということは Y としては、X は、えー、要するに平成18年の1月5日の段階で 権利行使を5年経っているということです、これは平成13年の1月5日、えー、当然のことで1月5日に返せと言えることを知っているはずですから、えー、知っている。ということは先ほどの条文を見るとそういうふうになったときには時効によって消滅するということになりますから。 これは条の1項1号まあこれ,これ条文の,あの記載の書き方なんだけどあのローマ数字で大体1個2項1、で丸一丸二で2で2項3号って書くのが一般的なので例えば民法の先ほど166条1項1号でこのように権利行使ができることを知った時から5年で時効で消滅するつまりこれについてもうないよっていう反論があるわけですいいよねこれ Y の側から反論が立つではちょっとねあの これ見ていくと条文というのはだからよくできていてこうなったらこうなるって書いてあるの必ずだから権利行使ができるとき知ったときから5年経ったらなくなっちゃうというふうにある条件を満たすとこういう効果が生じるよという書き方をしていてでこれは民法の学習の基本になるんだけど要件と効果って言われてるんですよだ例えば先ほどの、ねえー、ものを見るとこここれはは要件だよね債権ここは,は次に掲げる場合にはという要件。 で時効によって消滅するという効果があるからさっきのだったらそんなに法律の勉強ってもうカチ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 チやっていくんですよそうすると結局これを満たしてるじゃん条件を、えー、つまり債権者が行使をできるときと知ったときという要件を満たしたからその請求権は消えてるよってことになるでそうすると Y としてはあ,あよしとこれで勝てるぞって話になるわけです、えー、これでで勝てそうですね、えー、でもしこれで X から再販路が出なければ X の負け。 請求が通らないという結論を書くでそれを日本語に直していくというのがまあ論文であとは担当といってマークシート、まあ、特にほとんどの試験だったらマークシートがありますけれども例えばそれだったらその結論を自分で導いて丸か×かを判断すればいいということでねあとは知識そのままポンとやっちゃえばいいということになるわけですでは今回一応ちょっとこれ実は、ね、途中までやってあの後半で、ね、結論を出すんだけど X としてはこれで通らなければ負けちゃいますじゃあ何とかして、えー、X が 返せって言えそうなものを探ししていきましょうそうそするとじゃあ X の立場からするとなんとなくこれが意味ありそうな気しませんいやいや返してくれって言ったらもう仕事が入るから待ってくれ返すって言ってんじゃんあんたっていうことだよね、えー、あなた返すって言ってるじゃないですかとい、まあ、うことは何かありそうじゃないこの発言って一体何の意味があるんだろうっていうことです えー、y に対して、えー、いい加減にもういい加減に貸した100万返してくれと催促したところ Y はもうすぐ大きな仕事が入る予定だから待ってくれと懇願した。でこれはあの例えばねあの法律の勉強の楽しいところなのかわからないけど生の主張を法律的に解釈するっていうことですだからこういうふうなのって要するに返すって言ったじゃんっていう話でしょ。でその時にじゃあ返すって言ったんだったら時効が完成してたとしても。 でね、時効が完成してたとしても、えー、もう返さなきゃいけないよ、あなたっていうことを法律上何か根拠を探すわけだね、えー、法律上根拠を探すすんで,すでそうするとです、ね、一応これも知ってあの,上部の知識なんだけれどもあのさっき私が、ね、時効って5年でなくなるよっていう話をしましたよね、まあ、ででじゃあ何でもかんでも5年でなくなるかというと実はそうでもなくて例えばさ、20年前に借りたお金がずっと借金残ってる人っていますよね。 で普通だったらでもじゃあ5年経ってんだから消えちゃうじゃんって思うかもしれないけれども実は時効っていうのはあのちょっとこれはあの初めて聞く言葉かもしれないけれども途中ででリセットされるんです、えー、例えば5年経つ前に例例ええばばね5年経つ前に例えば一部でもお金を払う一部でもお金を払った場合には自分はお金借りていることを認めたことになるよねでそうするとそこで時効というのはリセットされてもう1回5年リスタートなんですよ。 だから常に常にお金を払い続けている場合には実は時効っていつまでたっても完成しないんですでこれは詳しくは、ね、民法だと3回とか4回の話になるんだけどこれは、ね、時効の更新といって例えばあの裁判で訴えられたとかになると時効は止まるんですだから例えば、ね、貸してる側からすればそういうことその5年間ほったらかしにするとあの時効で消えちゃうんですもともと時効の制度ってそういう制度なのね あの要はお金貸してる側が例えば権利をさ行使しないでずっとほったらかしにしてると言うじゃないで権利ずっとほったらかしにしてるようなやつを保護する必要ないわけよだからむしろそういうふうな権利,をめ、えー、権利の上にあぐらをかくなんてよく言うんだけど権利の上にあぐらをかいてるんだったらそういう権利は消えてもしゃあないよっていうのが事項なのだから債権者つまりこれお金を貸してる側なんだけどお金を貸してる側がきちっと誠実に取り立てをしたりとか お金を借りている側が、まあ、きちんと、自分がお金借りていることを認めているって状況だったら、消す意味がないんだよね。なので、時効の更新という制度が実はある。で、なので、それがね、どこにあるかというと、百五十二条にあるんですね。これについては、こういう感じですね。で、特に、あの、法律の勉強はまだ、これから。 あのやることが多いけど、言うの忘れてた <laughs>、六法と暗記しなきゃいけないかとかね、結構よく最初の昇格者の段階では心配する方いるんですが、暗記する必要は全くないですから、どちらかというと、よく使うものと使わないものってやっぱり法律あるんですよ、だからよく使うものは覚えるまでもなく使いまくるので、自動的に分かってます。 であとは6法引けるんだからどの辺にあるのか分かっていれば引けるので例えばね、ね最初に民法が1000条ぐらいあるけどこれ1000個覚えなきゃいけないのかっていうのはそんなことは全くないですあのもっと言ってしまうと私あの、覚えてないです、えー、なので覚えてるものっていうのはあの確かにねすごい使うものはもうバッチリ覚えるけれども覚えてるけれどもそこは実際に使いながら覚えていけばいいだから例えばこの152条という条文も、まあ、実際探してみるとかねもしくはあの 実際にそういうふうなものがあるよって思ったらそれでそのたり当たりをつけてみるみたいな形でそうするとこういうのがあるんですよ時効は権利の承認、えー、つまり私が要するに権利を認めるということがあったときにはその時新たに進行を始めることになりますつまりこれっていうのは、まあ、言ってみればあごめんなさい事効,効の更新っていって まあリセットだわね要はね、えー、ということそうするとさっきの要件・効果を見てもらえるとこうなりますよね権利の更新があった時はこれが要件そしたら時効はリセットするっていう要件・効果が見て取れるでしょそしたらじゃあちょっとやってみましょう権利の承認あったかね権利の承認があったんだったらリセットするっていうことを、えー、もしかすると Y の側とし X の側からすると言えるかもしれないさてそうするとこの平成30年の10月7日に 権利の承認というのはどういうことを表すかというと私はお金を借りているということを認める発言ですよね、えー、つまり、お金を貸して相手が請求権がある返せという返還請求権を持っていることを認める発言があるかどうかなんだけれどもこれが、ね、あの結構難しいところで頼むから年末まで待ってくれという発言が要するに私自分が借りていることを認める発言なのかどうか。 ということです、えー、いやそりゃそうじゃん当たり前じゃんと思うかもしれんけれども実はこれきちんと説明できなきゃいけない何で待ってくれっていうので、えー、認めたことになるのかだって別にもしかしたらこれね頼むから年末まで待ってくれっていうのがねあの全く違う意味の可能性もあるわけだよね、えー、ちょっと年末までさあのとりあえず旅行行くの待ってくれよっていう可能性もあるわけだよねこれ文言だけだと当然これっていうのは Y の発言に対応してるから つまり Y が要するにいい加減に貸した100万円を返せという発言をしているつまりこの貸した100万円というのは通常100万円を貸すようなことは日常ないでしょだからこれは言ってみれば平成12年1月5日のこの貸し付けた100万円これのことを特定してるよねかるでよくこれねあのあ当たり前かなっていうふうに思うかもしれないけど実はね意外とできない人多いんですよこれ,これ100万円返すよだけだと実は足りないんだよ だって100万円どの100万円か分からないじゃん借金しまくってる人がさもう何かしないけど100万円の借金を10回おかわりしてる可能性があるでしょそうすると10回100万円借りてる人があ今度100万返すよって言うんだったらどの100万か分からないじゃんだったらやっぱりこの発言は12月5日にお金を借りててその100万円について言ってるんだよねということはこの要するに今問題となっている権利を返せと言っていてそしてその100万円という言葉に対応して待ってくれ だから結局、これは平成12年1月5日に借りた100万円の返済猶予なんだよね、いいいいかなえー、つまり平成12年の1月,、えー、1月5日に借りた100万円の返済猶予ということになるそうすると、借りてなければこんなこと言わないよね。 いいよね、借りてなければこんなこと言わないよねつまりこれっていうのは、えー、X の権利を前提とする発言なのつまり X から 例えば皆さんもそうでしょ、お金100万借りてないのに、100万返すの待ってっていうふうふに言うわけないじゃないですか、それも借りてるから言うわけだよね。ということは、この頼むから年末まで待ってくれっていうのが、直前の Y との発言との関係だと、X の100万円の請求権があることを前提とする発言になっている、したがってこれが権利の承認ってやつになるんです。 これがさっき言った民法の157条でいう権利の承認になるでこういうふうにあの言ってみると生の事実を法的に解釈するみたいなことをやるわけだねで法的に解釈すると権利の承認という要件を満たしたことになるよねそうすると、えー、さっき9ページのレジュメにもあったけど権利の承認があった時は時効がリセットされますということはちょっとこちらになりますけれども えとちょっと上のほこっちらに,ちに行っちゃいますけどもそうするとこれでここでさっき言った通り権利の承認があったと157条でこれは Y だねえ Y あんたは権利を承認したということはあごめんなさい時効ねちょっと字がふにゃっとしちゃいましたが時効がリセットしたぞとまあいうことになるつまりあのね キャッチボールなんですあの、まあ、特に民法というのは一番法律の一番条文をしっかり押さえて事例を解くというのが大事なんけ要はお互いにキャッチボールしちゃってるんですよ。で、球が尽きたほうが負けです、簡単に言うと。最初に X が金返せ、時効で消えたで、その後に、いやいや、あんた認めてるでしょで、でこれで Y が偶のでも言えなかったら、X、えー、Y の負けです、時効なくなってないよ、そしたら Y としてはじゃあ何か主張があるのかっていう、まあ、そういうふうになる。 でちなみにこれは、ね、私の方で最後ここは一、ね、回この後に解決はどうなるかというのは後半やるんだけどね Y から何か主張があるか <laughs> 普通さ、さ時効のリセットってどういう時に行われる時効が完成する前だからリセットするんだよねつまりこの事例でいうとちょっと時系列は適当に書くと平成13年の1月5日で,で平成18年で1月5日で多分これが5年間。 5年間ですでそうすると大体こういうとこだったらリセットしそうじゃん分かる時効が完成するこれ時効の完成って言うんだけど時効の完成する前だったらリセットするよねってのは分かるやり直しやり直しだけど今回は平成30年の10月7日つまりどういうことかっていうと 時効完成後に承認してる時効完成後に認めてるんですよじゃあこの時でも時効というのはリセットするのかということです、えー、つまり Y からしてみるとまあ本当はねこれ分かっちゃうとすぐポッとできちゃうんだけど えっとね、権利承認している,るわけですで。これはじゃあ、これじゃあ時効リセットしないだろうと。やっぱり時効完成してんじゃねえかとつまり時効が完成した後に、えー、分かりましたって承認しても、えー、要するに時効が完成して権利が消えたんですよ、もうね。 権利消えちゃってますから、権利が消えた後に分かりましたって言ったら復活しないでしょって考えられないよ、まあ、要するに言い合いとしてはね、いや、あんた、もう言ったじゃん、借りてるって言ったじゃん、だけど時効が完成して、権利が消えちゃった後にあのに返しますって言っても消えちゃったんだから、権利は復活しないよねっていうことは、Y としては言える、返したくないから、でそうすると、じゃあ、これが通るかどうかってことを、どんどん煮詰めていくんですよ。で煮詰めてていいくととどううなるかっていうとこれ 条文がないんですねでもっと言うと最終的に突き詰めて言うとこれが要するに認められるか認められないかっていうことで最終的にあの争点が形成されるんですよ。とするとこの問題の争点は何かっていうと実はあのいくつか争点はあるんだけどあの要するにこのやり取りを経て結局時効が完成して1回時効が完成しちゃった後にお金借りてますっていうふうに認めた場合でも。 時効の更新があるのかどうか言い換えれば、えー、債権であるお金を返せという請求権が結局、えー、復活もしくは、えー、残るかどうかということになりますで、結局これが結局この問題の争点でこれに対して解決をつければ、えー、勝ち負けはっきりするということだから言ってみるとあの当事者の主張をこうほ掘り起こして最後どこかで行き詰まる行き詰まるというかね、えー、勝,負勝負点が出てくる。 でその勝負点を作るのがこの問題ということですすると、ちょっととと見るるこれねすると今回、まあ、いくつかやりましたけど結構争点としてはちょっと法律用語が入っちゃって大変かもしれないけどえ時効が完成した後に時効の完成した後にお金を借りたって認めた場合その場合請求権というのはやっぱり消えて,るのかっていうのか、ね、時効の更新があるかどうかということですでじゃあ、どうやって解決するかということになりますが解決の仕方は条文があればそれで解決できる。 けれどもさっきの152条を見ると、はい、権利の承認があったときは新たに時効の完成を始めるということしか書いてありませんじゃあどういうふうに考えていくのかというといいですか、ね、どういうふうに考えるかというとこれについては条文にないものについてはここから先は解釈に委ねられてくるわけです。 この条文や制度の解釈を考えていくでははっきりしないものというのは裁判所が似たようなことについて判断を下していることがあかるでこれを判例と言いますですると、まあ、条文でわからないものは条文の解釈で解釈でも明らかじゃないものは裁判所の判例という似たような事例の判,判断それを使うで判例がないものはどうする判例がないものは もう最終的には学説というのを使っていくということになりますただ、あの実際にね実はこれあの問題特例で語弊がないように言っておくとあの時効の勉強すると、こ,れこの時点はこれすぐに答えが出てくるんですよ、時効の勉強するとあの時効の更新というのは完成していないときしかできないよということは勉強しますだから結論からするとあの時効完成後にあの権利を承認することは原則としては更新のころが生じない。 なぜかというとやっぱり時効のリセットってのは完成する前に刻んでいくイメージだから完成させないようにするものだから原則としては時効完成後に権利承認した場合にはやっぱり時効は更新しないというのが原則なんです原則なんですただ、実はねこれは今日やりますけどただ、えーとね、最高裁判所がですね判例でね 最高裁判所がこれと似たような事例で違った判断をしているので今日はそこはちょっと勉強しましょうで一応、こういうふうに争点を形成していくということがまあポイントになりますじゃあ、これ結論どうなのかって気になるかもしれないけれどもなんとなく事例の問題とか法律の勉強ってまあ分かってきたかな要するにアプローチとしてはこういう形当事者の主張を法的根拠を示すで相手方の主張も法的根拠を示すでそれについてキャッチボールをしていくでキャッチボールをしていくとどこかで争点形成がされる。 点形成がされて最終的に解決するということは突き詰めて言うと事例分析、争点抽出、事例解決という3つの流れになるなだからや,やってみるとだんだん楽しくなるあのこういうい問題ね、えー、なんか世の中のことはだんだんん分かってくるイメージになるんでねでいうのは事例を分析して争点を築いてそれに対しての抽出でこ,のそのこの事例解決に必要なのがまさに入門講座で学ぶ知識なわけですよね。 入門講座とかで学ぶ知識であったりとかあとは担当で学ぶようなそういういものですよね、それをやると、でそうするとこれ解けるようになるためにはどうしたらいいかというと、やっぱりこれに尽きるんですよ、条文をまずしっかり知ること、であとはその条文の内容をちゃんと読むことね、ね条文の内容を理解すること、そして、えー、ほとんどの場合、条文では解決できない問題が出ます。 じゃあ条文で解決できないと終わりじゃん書いてあるよ終わりってなっちゃうからないものについては判例があるから判例について正しい理解をするでそうすると、まあ、まず当事者の主張はまず条文で実現するからまず条文があってで条文での適用が難しい場合にはその時には条文に関する裁判所の判断え考え方を用いるということになっていきますえではね、えー、少しそうすると考え方としては、まあ、条文でいけるものは条文でいく 条文でいけないものは条文に対して適切な解釈を加える解釈でうまくいかないものは裁判所の判例に頼る判例で分からないものは学説に頼る、まあ、こんな感じですでするとね、この、えー、まず大枠が分からないで一番最初に闇雲に勉強するっていうのは結構怖いんですよ。 だ大体法律の入門とか学習すると、とりあえずいろんな制度を勉強して、ね、こういうもんですよ、こういうふうに決まってますよってやるんだけど、あのゴールが見えないと、ね、あのなんかやってるイメージも湧かないだろうから、さっきみたいな問題を解くためにやるんだぜっていうイメージを持つとなんかやる気が出るっていう感じですよね、で基本的にコンセプトとしては、そこが重要ですじゃあそういう意味では条文の解釈がまあ大切になるってことになるので、少しさっきの事例の結論は一回置いておいて、条文の読み方って少し勉強しようかなと思ってるんですね。 えー、まあせっかくねあの法律の勉強なわけですから、えー、レジュメでいうと三ページになるんですねまずねやっぱり、ね、条文っていうのはやっぱり、ね、法律であるからにはあの共通したルールがあります。 いいですね、さっき私がさ何百何十何条何項とか言ってるでしょ何項何項とかであれについてはやっぱり共通ルールがあってこれをしっかり最初の段階で分かっておくとその文章の,よあの条文の読み方もそうだし講義聞く時もすごいいいのよ講義聞いてるときも結局はある意味外国語みたいなもんだから共通言語にしなきゃいけないんでそこの部分は最初にこういうもんだよって知っておくといいかなと。まず何、ね、何何条何項何項です読み方は えなので例えば、このように何条、何項、何項って書いてなってるけれども大体6歩引くとこういうふうになっています大体縦書きになっていると思うんだけど、えー、刑法19条1、2って書いてあるけどこれが要するに一番上が条で、この丸一丸二がこれが項そして二一二三というのがこれが項ということになりますなので、これ刑法19条1項という条文ですが、えー、この条文、どういうふうな内容が書かれているかというと、ね、次に掲げることは没収することができると。 いうことで、なんか犯罪のなんかね、没収の条文なんですけれども、で、この時に、例えばですね、犯罪行為を蘇生したもの。まあ、言ってみれば、犯罪で使ったものは犯罪で作ったものは没収だ。それから、犯罪のように教し教しようとしたもの。これ、例えば狂気ですね。犯罪の狂気なんかは没収するよう。そして、三号、あ、これ四号まであった、っごめんなさい、四 <laughs> 号まであったね。で、三号。犯罪によって生じ、これによって得たもの、犯罪行為の報酬としてのもの。 まあ簡単に言うと、例えば覚醒剤を売りさばいて得たお金とかね、そういうもんですね、犯罪行為で得たお金、それからそあとはその対価などですね、そうするとですね、ごめんなさい、さっきの覚醒剤の報酬はこっちか、4号かな、例えば覚醒剤を売って得たお金が4号、3号は、例えばこれっていうのは、例えば人を殺して報酬もらったとかだったら、その報酬としてもらったお金は没収されるみたいに書かれている。 でこの条文というのは例えば、ね、これから勉強するときにあのなここに書いてあるよねというまに、あ、一つ例としてはじゃあ犯罪の狂気は没収されるという条文はどういうふうに説明するかというと、まあ、これだよねなので例えば犯罪に使ったものとか犯罪の狂気で使おうとしているものは没収されますよというのは19条1項2号で定められているという読み方に条1項2号っていう,ふうに定め方になっている。 でちなみにですけどこの下のこれはここの伝えに書かれているのは,これは2項ってことねこれは19条2項という,ふうに呼ばれています。でまず最初にっとこの何条、何項、何項ってことになるんだけどあともう1個がですねこの、えー、と1項、2項、3項、4項てなる前に19条1項はこう書かれてるでしょ次に掲げるものは没収することができる1項、2項、3項、4項てなってます。 ということはこれっていうのはこの部分のことを柱書きって言いますこれ柱書きと言いますで実はあの結構法律の勉強をしている人でもこの部分を本文って言っちゃう人いるんですよ次に掲げるものは物は仏れ仏ていうもんだけどね次に掲げる仏は没収することができるっていうこの部分は19条1項本文ではなくて柱書きと言いますで柱書きと覚悟ていう関係になる。 だから、まあこのでそうするとこっちの19条の2項の方は、えー、こっちは19条2項になります。で、ちなみにこの19条2項もね、これ別に覚える条文じゃないけど、どういうこと書いてあるかというと、はい、没収は犯人以外のものに限り。 犯人以外のものに属しないものに限りこれをすることができる、まあまあ、言ってみれば犯人以外のものじゃないものだけ没収できるということだから例えば犯人のものとか遺留物とかそういうものです、犯人,の犯人が持っているものとかどこかに捨てられたものしか没収できません、つまりあの誰かのものは没収できないででこの部分については19条2項を,これを本文といますこっちを本文って言います。 でどうして本文というかというと本文があるときは,は法律用語、ね、本文があるときは必ず正しがあるんですででここでしかし犯人以外のものでも募集できる場合があるよというんでしょ。でこれが19条2項を正しがきっていいますでこれはあの条文の,あのルールであの 必ず、ただしが書いてあるわけじゃないよね、書いてあるものと書いてないものがあるんだけど、このただしって書いてあるときのただしの前を本文っていいますで、ただしの後をただしがきっていますで、これはどういう関係にあるかというと、原則と例外になっているときは法律はこの書き方をします、つまりこの本文で書かれていることが原則、つまり犯人以外のものに属しないものを没収できる。まあ、言ってみれば、えー、何かな 人のものは没収できないということです、犯人じゃない人のもの、これがだからこの2項本文、原則なんですよ、要するに例えば、犯人じゃない人のものを没収することはできないよというのがこの2項で、ただ例外がこれ、犯人以外のものでも犯罪の後に分かってもらったものは没収していいよということで原則としては、犯人以外の人のものは没収できないよとした上で、ただし例外として、その分かってもらったものについては、犯人以外の人でも没収しちゃうよということが書かれている。 つまりこの本文正しい書きが書かれているときには原則と例外の関係になっている。つまり本文ごめんなさいね。正しい書きという関係になっています。であと似ているものがですね。 本文た、今、今日勉強した何とかという言い回しだとまず柱書きはいいね1号、2号、3号と書いてあるのが上に書いてあるのがあれが柱書きで、えー、本文、正し書きというのは正しの前に書かれている原則が本文正しの後ろに書かれているのが例外の正し書きということねで他にも <laughs> あの言葉としては前段、後段ってあります、えー、前段、後段というのは2つの文に分かれているときです 2つの文に分かれてで2つの分に分かれている第2文のことを後段っていいますでこれあのなんか今聞いてるとあれ,あれかもしれないけど講義,講義をなんかこれから進んでっていろいろ聞いていくと、まあ、どんな法律の勉強もそうなんだけどあのこれをなんか意外とイメージわかないとどこ探してるか分かんないの例えば213条後段ねって言ったときにえ後段って何みたいになっちゃうね。ねそれは要するに文章を2つに分かれているの2つ目っていうふうなわけでなんかルールなんですよね なので、えー、このように検閲はこれをしていない前段、通信の秘密は犯してはいけない後段みたいな形で前段、後段で分かれる、<laughs> まあこれは条文の読み方というか、ね、あのまず割,割り振り方になります、するとです、ね、ちょっとも戻りますけど、9ページのそうするとこれなんかも分かります、166条であったけど、例えばこれっていうのは債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する、これはどう読むか、166条1項柱書きということになります。 えー、166条1項柱書きということになりますね、ここはね。という感じで、まあ、なんか自分なりに説明できるようにしておくといいかな。では、ちょっとここから先はね、その法律の形よりはね、な中身に入ります。えー、とまだちょっといい法令用語なんだけど、<laughs> 意外とね、皆さんがあの日常的に使っているものと違ったりとか、知らないと、あのちょっとやばいっていうような、あ法律を勉強するでね。 法律を勉強する上で落とし穴になっちゃう言葉遣いの違いを少し簡単に紹介しますまずねまたはともしくはってやつですなんか私たちこれって日常的にまたはともしくはって全く同じ使い方がしますよね A または BA もしくは B っていうのはどちらも o r ですよね英語で言うとで例えば次におよび並びにおよびも並びにもなんか安 d じゃんみたいなね えー、感じになっていると思うんですけれども実は法律ではこのまたはともしくはとかおよびと並びには違った意味です使われていますでどういうふうに違った意味かというと具体例でいうとあのま,またはもしくはのところにさ、えーとね、刑法199条ってありませんでこの刑法199条を見ると人を殺すとなんかとんでもないことになるぞという殺人罪ですね、えー、人を殺すと結構重い刑になるぞだけどここでさまたはともしくはって使い方してますよね ままたははともししくい使方てますよねで。これはどういうふうな使い分けがあるかというとまたはというのはあの要するに大きなおわなんですでもしくはというのは小さなおわなんですどういうことかというと死刑またはまたははこういう大きな枠になっているんですよいいつまり死刑または懲役という感じ。 つまり、またはというのは基本でっかくオアになっている、でもしくはというのは、小さいんですね、向きもしくは5年以上っていうところにかかります、こういう感じ、わかるかな、えー、つまりどちらもオアなんだけれども、要は並列的な大きさじゃないんですよ、だから A おわ、B おわ、C みたいに読めるじゃん、これだと。だけど、そうじゃなくて、またはって使っているときには、もうバサッと切ってるんですよ。 無期もしくは5年以上のもしくはという方はこの小ちさちなところですね無期と5年以上を小ちさちく並列しているオアなんですよなのでそうするとこれ説明つくでしょこの法律っていうのは死刑または懲役なんです人を殺すと死刑または懲役なんですよでこの懲役の中でその懲役の重さが無期懲役もしくは5年以上の懲役になるっていうふうになるわけですでこれってさあの具体的な例やると大変なんだけど あのこの括弧の組み方間違えると意味変わる可能性あるでしょうこれはだからあの、また割ってたら大きく切ってもしくはって小さく見るというふうにするのは意識するといいであの慣れるとネイティブになりますこれはあの慣れてくるとネイティブでこう普通に切って読めるようになるので、まあ、ちょっと最初のうち、ね、あのまたはとかもしくは出てきた時にはちょっと意識するというかなじゃあえ、およびと並びにこれも実は違うんですあの並びにがでかいんですおよびがちっちゃいですえー どういうことかというと、これね、会社法355条、取締役は法令および定款ならびに株主総会決議を遵守してあるでしょ、これはどういう関係になるかというと、おびがちっちゃいんですね、おびがちっちゃいんで、法令および定款これがでっかくこうなる、ならびにがでかい、ならびに株主総会決議を守れとまあいう感じ。ですから今回ははこれは こういう感じなわけです。こっちがおよび、こっちが、並びっていう、まあこういうふうな関係になっています。<laughs> えー、いいですかね。ちっちゃい方におよび、大きい方に並びにって使い方する。っていうことですね。で、なれるまではもうやだね。<laughs> なれるまではちょっとね、大変かもしれませんけれども。 そうするとこの会社法355条の読み方は法令及び定款と並びに株主総会決議を守りなさい,っていうこと取締役たるものは法律とかねこれ定款というのは会社のルールなんです。よ 定管っていうのは会社のルールなんだけれども、まあ、学校とかでいうと校則とか校則みたいなもので、まあ、会社の中でハウスルールみたいな感じで定款でも定められているんですねで取締役というのは法令定款株主総会の決議を守れということですでそうすると読み方こうなるなって言われなるんだけれども、でもあんまり意味ないよねと思う人もいるよねだって A&B&C だったら意味変わることなくね <laughs> 例えば、o アだったら変わるじゃん、なんか o アの括弧の組み方で、多分意味が変わっちゃうってことあるけど、A&B&C だったら別に、どこで切っても全部 A と B と C だから変わらないようにも見えるんだけれども、実はこれ、法令解釈上重要で、立法者があえてこう言ってるでしょ。ということは、この2つとこっちっていうのをあえて分けてるんだよね、そうすると、これはどういうことかっていうと、法令定款っていうのは要するに、会社で決められたあ、会社でもだけど、要するにルールなんですよ、これは。 法律とか定款というまあルールを守れ、で法律のこれ決議って何か。決め事ですよね、決め事を守れっていう意味になるよね、つまりこの,あの会社法350、結局取締役は法令定款決議を守らなきゃいけないのかとは間違いないんだけど、法律を作っている人からすると、要は大きく観この人がかあの、法律を作った者が考えているのは、要するにルールと決めたことを守れってことなんですよ、いいルールと決めたことを守れっていうのに並びてで,でっかく言ってる。 ルルールの中には法律と定があるわけだからここで法令定款っていうふうにちっちゃくく点することつまり法令定款っていうような要するに法令定款といったそのいわゆるルールそれから、まあ、みんなで決めたことを守れと、まあ、いうような形でやってるわけです。であとはね あ,のあとはちょっと細かいものもあるのであの、まあ、あのインプット段階というかごめんなさい全体構造ではあのちょっと飛ばすものもありますがあとは、ね、時ってやつひらがなで書いた時と漢字で書いた時は違うんですよ、まあ、英語だったらどっちもほえんじゃんみたいな感じなんだけれどもあのこの時ってひらがなで書いてる時は場合って意味ですいいかなだからこういう時はっていう時にさ、えー まあここにも憲法60条2項というのを今ちょっと引っ張ったけどさこれ、中学校とか高校で聞いたことあるやつあの予算について参議院と衆議院で異なった議決をした場合に法律の定めるところにより両院協議会を開いても意見が一致しないときは衆議院の議決は国会の議決になるよというこういうふうな条文があったときにここで使われているときというのはひらがなですよねこ、こ,これはそのような場合という意味です。 という意味で使われてます。で、漢字で時って使ってるときは、漢字で時って使ってるときは、えー、そのまさにその瞬間って意味です。その瞬間っていう意味で使います。だから多分時についても、まあちょっと漢字の時が使われているものあるかなと思ったんだけど、実はそのためにちゃんとでこれね準備していて、九ページのこれ、権利の承認があったときはその時から新たに進行を始める。これ 使い分けてるるのわかるこの時は、権利の承認つまり私は金借りてますよというふうに権利を認めた場合にはこの時はその瞬間からリセットするよっていうなんかそうやるとなんか,なんかあれると、ね、すげえ細けえと思うかもしれないけど法律って何でこんな細かいかっていうと、ね、あの誰が読んでも一義的じゃなきゃいけないからなのよ。 かりますえー、コートも読めるしコートも読めるだったら法律にならないから。 法律ってのは当然そこはきちっとなっている。で、これは実際に、まあ予備試験とか、司法試験とかの法、法律の、えー。実務化登用試験もそうだし、えー、もっと言って、まずこれは公務員の試験とかでも同じことを言えるわけね。あの、そういう文書っていうのは、やっぱり一義的じゃなきゃいけないってことだから、まあ公文書ですからね、どれもね。なので、その辺のルールってのは一応あって。最初のうちは、この百五十二条とか、結構秀逸でしょこうやって考えると。あの、ちゃんと時時って言ってるけれども、書き分けてるのは。権利の承認があった、そういう場合には、その瞬間からリセットするよっていうふうに使い分けてるけ。 でさらに、はいえーとまあ、ちょっと触れておくとですね、あと4つ目の,、ね、この推定すると見なすというものをちょっと紹介しておきますどっちも日常的に使うかな推定とか見なすって言葉、えー、なんかあなたはなんとかと見なしますみたいな、ね、使い方をしますかね、えーまあ、そうなったものと見なすとかって言うけれども、まあ、推定するって言葉もあるんですで実はこの2つも違うんだね なん,かなんとなくどっちもさそういうものとするって意味でしょなんとなくですが違うのは推定するっていうのはちょっと条文を見ると、ね、民法でこういうのがあるの占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定するって書いてあるで占有っていうのは例えば今、私が、ね、手元で6本持っているんだけど自分が実際に支配下に置くことを占有っていうんですねこういう感じで、まあ、支配下に置くことを占有するでこれが要するに私は今6本占有しています でこの条文で言うと、ですね占有者がこの占有物について権利を行使する場合にはそれは適法なものだというふうに推定されるんです、だから仮にこれが私のものなんだけどね、この6本はね人のものだったりとか、どこかから持ってきたものであっても、私はこれ持ってます、だから占有者である私が持っていてそれに対して権利を行使する、例えばこれ誰かにあげちゃったりとか、これを売っちゃったりとか、場合によって読んだりとかね。 だとしても一応私は一応これ占有しているから適法にこの権利を行使しているものというふうふに扱ってくれるんです、法律はでそれが188条の規定になりますだから188条では推定するって書いてありますただ、この推定するのポイントは何かというと、まあ、日常的にも使うかな推定は破ることができますだから法律,によって法律の、ね、188条の規定ではこれは私が今6本持ってます。 だからこれは適法に推定されてますから例えばこれを誰かに売ってもいいわけです、本来はねこれを人に売っちゃってなんか100円もらうとかもできるけれどももし誰かがいやいや、これあんたのじゃないじゃんとこれ盗んできたよねっていうことを証明した場合にはその推定は破られますつまり、えー、場合によっては一応推定は働くんだけれども違った事実が立証された場合にはその推定は覆ってその効果が生じないことができます。 つまり推定というのは破ることができるということですで実際にこの188条というのはどうしてこういう条文があるかというとやっぱり物を占有している、えー、物を占有しているのであればやっぱり通常はその人が権利者だよね、物を持っているんだったら例えば、ねえー、その辺自転車乗り回している人がいたら通常はその自転車ってその人だよねという経験則があるわけ。 ならば、やっぱり占有者がその使っているんだったらそれは適法だよとうう一応考えましょうとううなされるわけだけどそれが違うということが証明されたらあんたの乗っていることは違法だよと言えるわけだからこの推定は覆すことが可能なときに使うで逆にみなすはもう流れるときに分かるかな覆すことはできませんえつまり条文でみなすと書いてある場合にはもうあらがうことはできませんえ例えば民法では、まあ これは成人年齢が、ねえー、引き下げになるとなくなっちゃう条文なんですけれども、えー、まあ未成年者が婚姻したときには成年に達したものとみなされますという規定があるのね。ということは未成年者が婚姻した場合にはもう成年に達したものとされますだからどんなことがあっても覆りません、まあ、例えば、ね、未成年で結婚しましたで未成年で結婚したんだけれども、まあ、私たちはまだまだ未熟だから大人扱いしないでくださいということを言っても通じないんです。 もう見なすって書かれてて要するにこの未成年者が婚姻したとき、まあ、これ場合でね未成年者が婚姻した場合にはもう成年に達したものとされちゃうから覆しようがない、えー、というふうふにされます、でこれがあの推定すると見なすという規定になります、なのでこういうふういふにまあ日常的に違うものっていうのもあるのでそこはなんかあの使い方を分かってみるとまあいいのかなというところでそうすると条文の読み方としてはこうやって読んでいくわけだけど じゃあせっかくだから中身、前半ですね条文の構造っていうのを少し、ねえー、やっていくところになりますが基本的には条文というのは今日の、ねえー、前半の方やりますけど要件効果でできている,要件でできてるつまりこうなったらこうです、例えば人を殺したら死刑またはって、あれも要件効果だよね人を殺すという要件を満たすと刑罰権が発生するんですよ。よよ国家によるで、えー、例えば えー、この一つの条文で揃っていることもあるけれどもある条文が要件別の条文が効果になっていることもあるけど基本的には要件・効果の分析になるだからこれから法律の問題を解くときには誰かが何かを従ってますよね理屈としてはお金を返してほしいもしくは出てってほしい損害賠償してほしいということはそれうをう生の事実として金払ってほしいというのがあったらその効果があるものを探すことになるつまり えー、例えば損害賠償してほしいということであればその損害賠償でお金を求めることができるという効果がある条文があるはずなんだでその効果がある条文には必ず要件があるこれを満たした場合にはこの効果が生じるというふうになっているからそうするとその要件を満たしているかどうかということを検討していくということになるわけなので、えー、必ずこのように例えば 1, つ 1, 個1個やってみますけど、えー、民法94条で虚偽表示となります でこれはですね民法の一回目の講義で私がえ必ず扱うやつなんで少し先取りになっちゃうんですがえっとね相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするという条文なんですねで意思表示っていうのは簡単に言うとえ物を売ってください買ってくださいみたいにねなんか法律効果何かの法律効果を求めるためのそういう意思の表示のことを意思表示って言いますだから例えば物を売ります買いますっていうふうにお互いにまあ意思が合致すると契約が成立するっていう この条文では相手方と通じてしたつまり A さんと B さんとの間で通報というんだけど通じて嘘の意思表示をしたとします、まあ、例としては A さんと B さんとの間で例えばこれ何にしましょうか適当にこれ車 これ A さんが売り主 B さんが買い主で,で A さんは車売ります B さんが車買いますとまあいう,ふうに仮に言ったとします売り主、買い主で,でお,互いにお互いに通じて嘘だっていうふうに通報してるだから A さんも売るつもりないし B さんも買うつもりないともう売らねえよ、買わねえよっていうことを通じて売ります、買いますっていうふうに嘘の意思表示をした場合でこの時にはこれが要件なんです この3つの要件を満たした場合にはそれは無効とされるんだつまり仮にですよ A と B との間でお互いに通報つまりお互いに通じ合って どっちも売るつもりも買うつもりもないので売ります、買いますってやった場合にはその意思表示は無効になりますからもし仮に B がその車くれよって言っても A は拒めます。っていうことで売買契約結んだでしょっていう形で A に対して売買契約を結んだんだからこの車は私にくれって言った場合には A からしてみればこの私たちのやったことはこの1、2、3の要件を満たしているでしょとお互い通じ合って嘘の意思表示をしたんでしょ我々はと。ということはこれは無効だから契約成立しないよ。 だから、車はあげませんよというふううに言うわけですだから逆に言えば A から金払いと言われたら同じことをやればね B はね A から金払いと言われたら私たちは通じてした虚偽の意思表示をしたんだからその売買契約は効果がないから代金払いとは言えないよという感じで使っていくわけでこうやって要件効果で分析をしていきますでこの要件効果で分析をするんだけれども、まあ、実際に仮にですけれどもさっきの殺人なんかの例で言うと 例えばこれなんかも同じ人を殺したものに対する効果なわけですよねこれが効果になるとでこうやってまあ条文っていうのは要件を分析して要件に当てはまるかどうかっていうのを見てたね、えー、要件に当てはまるかどうかを見て当てはまるんだったらその法的効果があ認められるだから法的効果が欲しい人は要件が揃ってることを自分でこう頑張るわけです 要件揃ってるでしょとそうするとですねこの要件っていうのはでも実は法律って読み方として一義的になるようにっていうふうにさっき言ったよねだけれどもやっぱり一義的にならないものってのどうしてもあるの、えー、どういうことかっていうとなるべくそう文言の構造とかはカチカチしているけれども例えばこれを見てもらえると「人を殺した」っていうふうに言ってるけどさまあ大体の場合はイメージ湧くよね その辺の人が七百でぶざっと刺しちゃったりとか、まあ、なんかね、知り合い首絞めちゃうとかね、なんかそんなイメージはきますけれども。ただ、これさ、人って、何が人なんだ。っていうのは、やっぱ出てくるよね。まあ、例としては。胎児を、例えば、殴って、ええ、胎児を、まあ、殺してしまったとか、まあ、ね、あの。堕胎させてしまったっていう場合に、じゃ、人っていうのは、一体。どこから人で、どこまでが人なんだ。っていうのは出てくるよね。 で例えば殺したって言ってるけどさ私たちって殺すのイメージで多分ナイフで刺したり首絞めたりするだと思うんだよだけどさ、まあ、これはどうお母さんが赤ちゃんがいて生まれてる赤ちゃんね生まれてる赤ちゃんがいてもう2人しかいない状態で、えー、もうミルクをあげることなく死んでもいいやってずっとほったらかしにしてて死なしちゃったっていう時にこれ殺したなのかなだって普通殺すっていうのはさ何か具体的な積極的行動じゃない 毒を盛るとかね毒を盛るとか突き落とすとかねそういうことだけどただ単にミルクをあげずにぼーっとしていたって言った場合にその殺すに当たるかどうかってなるとこれはやっぱりさ解釈の余地があるわけねで法律の勉強のまずそこがあの一つで解釈っていうのもやっぱり必要になるだから条文っていうのは確かにあ,のある程度はきちっと固まってるんだけれどもどうしても限界はあるなのでその部分はちゃんと解釈をする でその解釈を勉強するということなんですね、でそうすると、この殺したに当たるものはどう、人とは何か、殺すとは何かみたいなことを、あの例えば民法でも全部の科目の中で勉強することになる、じゃあ、せっかくだから解釈って、じゃあどうやってやるのかっていうのを、ちょっと頭出しになります、頭出しでちょっと見ていきたいのが、まあ、法律ではないけど、こういう時に問題になる、えー、と5ページですね、まあ、考えてみましょう。 この馬,あ馬じゃねえやこの橋馬車は通るべからずという立て札があったとします、えー、どうやら分からんけれども、えー、橋の上に馬車は通ってはいけないという立て札があります、はい、この立て札を見て、えー、自動車を通ろうとしている人は通れるでしょうかまさにこれが解釈って問題なんです、えー、つまりあのあのこれを条文だと思ってください この橋を馬車は通ってはいけないという縦札があるこれは条文だと考えてじゃあ自動車が通っていいかでそうすると、ね、これ考え方2つあるんです一番簡単なのは文字通り読む文字通り読つまり馬車は通っちゃいけないんだから自動車通れるじゃんっていうふうにこれが一般的な分離解釈って呼ばれるものなんですねで,、えー、でただあの当然のことこれ 馬車通るべからずって書いてあるけれども、えー、これは馬車が通れないだけだから自動車は通れるよとうう考えていくでこれがまあ分離解釈と呼ばれるもので,で分離解釈がまず基本です、えー、分離解釈が基本ですただ分離解釈だと不都合が生じる場合があるよねでその時には解釈が必要になるんです、特別なで条文の解釈も同じなんです。えー、民法ってさ今 やっと最近やっと改正されたんだけれども、まあ、考えてみたら民法が、ね、一番最初にできたのは明治なわけですよだ何100年前の法律だったりする、まあ、憲法も戦後だよねそうするとそ例えばさこの例は特殊かもしれないけど、まあ、め100年前の民法に自動車なんて想定してないよね,ですよねでましてやさ今のさスマホとかそういったもの,っていうのがその昔の法律の中で想定されているわけではないけれども今ずーっとまだ古い法律は生きてるんだよね でどうして生きているかというと法律というのは,それは解釈で乗り越えていくんですよつまりあの自動車って書いてない自動車なんか想定されていない頃の法律であってそれがそのまま解釈すればおかしくなることは当然あるわけだよでそのまま解釈すればおかしくなるものについては解釈を施して自動車でも対応できるようにするんです でそうすることであの法律というのはずっと脈々と残るだから法律の解釈の勉強というのはあの学問として成り立つわけねで、えー、そうするとね例えばこれなんかも同じなんですよ仮にこの縦札がさ100年前の縦札だったとします100年前に、えー、この橋馬車は通るべからずって縦札があって今もその縦札がこう残ってるでこの時にじゃあこの文言通おりもう馬車なんか走ってないじゃん もう今馬車なんか走っていないこのご時世でじゃあこれは馬車しか通っちゃいけないよとうう解釈するべきではないよねそうすると、これをこの馬車は通るべからずを適切に解釈する必要が出てくるでそうするとじゃあ仮にです、ねまあ、分離解釈だった場合分離解釈によればって書いてあるけど分離解釈というのはどういうものかというとさっき言った通り馬車は通れない。ということでしょう。 とということは、まあ、自動車通れると。ということでね、分離解釈によるで、ちなみにいろんな解釈方法を書いてあるけど、1回目はこれいろいろ書いてあるけど、重要なところだけまず、ね、やるけれども、じゃあさ、これ、通したくない人どうする通したくない人は、この縦札で自動車を通したくないとします。 その時に何をするかというと、これはあの法律の解釈の一番重要なところ、この縦札がなぜ作られたかということを考えるんですで、これをね、趣旨って言います、つまり法律ってのに限らず、規範っていうのは何のために作られたかっていうと、基本的にはこのように、条文の趣旨や制度趣旨を考慮して、趣旨に沿うように解釈すること、これを目的論的解釈というんだけど、もそれがやっぱ求められる。じゃあこの縦札は どうして建て建られたかもし仮にこういうふういふに考えられません、えー、この橋が非常に重くてある程度の負荷がかかると橋が崩落する可能性があるからこのて札が建てられたとするとこれは条文上では馬車と書いてあるけれども橋の崩落を引き起こす乗り物を指してるんだとそのまま読むと馬車なんだよ 馬車だけどこの条文の趣旨を考えるとこれは、えー、と大きな乗り物で橋が壊れるのを避けるためだからえ作ったとっいう趣旨があるとするとその趣旨に当てはまるじゃん自動車って。とするとこれっていうのは馬車って書いてあるけれどもその橋の崩落を引き起こす重量の重い乗り物であることから自転ごめんなさい自動車にも類推することができるというふうに説明されるんです。 つまり、これを類推解釈と言います、つまり制度趣旨から見て、趣旨が同じだったらそれにも適用させちゃおう、つまり、趣旨が適合する場合、それにも。 え適用を認めると。で、これを類推適用って言います。で、すると、結局類推適用によれば、どうなるかっていうと。自動車は。え、重い。自動車は重い乗り物でしょと。ということは。従って。 建物の種旨に、建物札の種旨に合う、従って自動車は類推適用されるから、従って自動車は通れない。まあ、今回はこの分離解釈と類推解釈ってやつをちょっとやってましたけれども <laughs>、そうするとですね <laughs> えと、まあ、これは文章上読むんだったら馬車は通れないっていう。 解釈あ馬車は通れないから自動車は通れるってそのまま読むであとね反対解釈っていうのはこ,のこれは馬車を通さないっていう縦札でしょだから馬車以外はもう全部通れるっていう風うに、まあ、例えばこれ縦札の趣旨を読むのこれ縦札を作った人はこの人は馬が嫌いなんだと馬が嫌いで馬車だけは絶対に通したくないんだこの縦札を作った人はね 立て札を立てた人は、例えばこういう解釈も成り立つわけで縦札を立てた人はもう馬の馬車が大嫌いで馬車だけ通したくないからこの縦札をあえて作ったんだとすると馬車じゃないものは全部通れるって結論になるよねでこのように立法者の趣旨をこれだけだっていうふうに考えることを反対解釈って言います、えー、つまり、えー、反対解釈によると馬車のみ通さないと 趣旨だと,ということは自動車 OK ということになるわけです。でするとまあ前半ちょっとまとめて休憩っていう感じにするけれども <laughs> するとさこれを要するに争うことだと思いましょうこの立て札はあの100年前に立った立て札があるとします。100年前にっったて札があって えー、橋のオーナーは自動車を通したくないけれども自動車に乗ってる人は自動車を通したい通りたいけれどもオーナーは通したくないでこの時立て札はもう100年前だから、まあ、分離解釈をすれば自動車通れるけれどもさすがにこれは100年前のものだからさすがにそのまま読むことはできない。 そうすると橋を通したくない人は要するにまあどちらにせよね分離解釈をするとさすがに不都合があるもう古すぎて古すぎてもう不都合が生じるじゃあどうするかというと縦札を作った人の要するに趣旨を考えていくわけそうすると通したくない人,ない人はどうするか反対解釈するんだよねこの,札はこ,の札この縦札を立てた100年前の人は馬車が大嫌いだっただから馬車だけは通したくない。 あ逆か、えー、ごめんなさいあの通りたい人はこれなんだよ通りたい人自動車を運転する側の人からすればこの立て札を立てた人っていうのは馬車が大嫌いだっただから馬車以外のものは通してもいいという趣旨でこの建物を立て,てたんだとだから自動車は通れるぞとつまり、えー、反対解釈をするでしょうねでそれに対して通したくないオーナーはいやいや違うよとこの100年前の人は立て札を立てるときに この重たい橋が壊れそうなものを嫌だから安全のためにダメだってしてるんだよとだから自動車だって馬車と同じ橋が崩れる重いもんだから累推適用されるよとだから通れないよっていう結論を出すだろうねでつまり結局のところ同じ条文でも結局どっちの筋道も立っちゃうで法律の紛争っていうのは結局解釈の紛争ってそういうことなんです つまり立法者がどういうふうに考えているかによって解釈の仕方が変わっちゃうわけです、だからこの立て札を見たときに自動車が通れるというのは例えばこれを反対解釈馬車以外は通れるんだというふうに趣旨で読み取れば通れるしいやいや馬車じゃなくて重たいものなら通れないよということであれば自動車は通れなくなります、そうするとここれれは言い分が変変わわば解釈もるる。とにな言い分が変われば解釈も変わることになる。 ですると、じゃあこれがいずれの解釈が正しいのか、これは正直、当事者はどっちが正しい解釈がないんですよね、100年前の人生きてないから分からないということです、でじゃあ、じゃあ法律の勉強でじゃあそれの正解があるかどうかというと、一応の正解はある、大体こういう解釈に争いがあるものは、裁判になってるんです、えだからこれ、通っていいかどうかって、大体裁判にな,ったなるんですよ、こういうのがガチガチ争ったら。 で裁判になったら裁判所がどっちの解釈が正しいのかを判断示すんですこの橋は要するに重たいものを乗っけないために作られたものであるって裁判所がこういう事実で認定するんですよでそうするとそれっていうのが最高裁判所の判例というものになるでその判例というものはやっぱり一定程度の価値を持つ一定程度のすごい価値を持つだからその判例が出たものについては、えー、その判例に従うそうするとこの解釈の争いについて、まあ、い一応の答えがあるんだよね だから判例勉強するんです。いい判例では、えー、こういう,ふうなのがあるよという,ふうにはやっぱりそう紛争があった解釈に紛争があったときどういう解釈なのか言い換えればどういう趣旨で法律が作られたのかということは裁判所がこう判断するし、まあ、あとは学説もそういうのがあるだからそれを使ってやっていくと,ということです、ね、なのでなかなか難しいけれどもどっちが正しい解釈かってもないしあとは類推解釈をした場合には自動車が全部入るか。 ということなんだけど、これもね。実はね。類推解釈。まあ余談ですけれども類推解釈だって。これさ、趣旨の取り方によっては変わることがある。例えば電気自動車が入るかってちょっと書いてあるけどさ。これが仮に。あの、もう一個立て札を立てる理由として考えられるのは馬車ってね。あの、やっぱり昔の道路とかだとまあ、ど泥道なわけですよ。そうするとやっぱりね。生き物なわけだから、糞とかでやっぱり環境が悪くなる。 だからそういった生活環境とか周辺環境が悪くなるから馬車は通るなってやってる可能性があるそうするとその趣旨で建てた場合には自動車は通れませんなぜかというと排気ガスを巻きますから生活環境に悪影響を及ぼすような大規模の乗り物はだめだっていうねだ馬車だってその昔だったらそういうふなとかそういったものが糞ん害みたいなのがあるからっていうことで建てたって趣旨だったら自動車は通れないけど電気自動車は通れることになるね環境に対して悪影響はないから。 っていうふうに、実は解釈の仕方でいろいろ変わるっていうね。ですから、この立法趣旨とか制度趣旨が変わると、まあ、累積の人が変わるっていうことになってくるわけです。まあ実際、ちょっと今日ね、条文の問題になりましたけども、法律を読むってそういう感じなんですよ。なので、えーまあ、実際、えー、少し戻りまして、休憩入りますけれども、 えまあ3ページの条文の読み方というのはしっかりとした言葉遣いという,うねえ言葉遣いをちゃんとえ共通の言語として持ちましょうということでそれから条文というのは要件効果でできているからその要件を満たすかどうかということがまあ一つのポイントになるでも要件を満たすかどうかについては必ずしも一義的じゃない場合がある人を殺したもそうだしさっきのう馬みたいな話もそうだけど必ずしも要件を満たすかどうかで一義的に決まらない場合があるじゃあ一義的に決まらない場合は何をするかというと解釈を施す。 でこの解釈によって結論が出る場合もあるで解釈で結論が出ないような場合には、えー、実際に過去の裁判所が判断を下した事例それに即して考えていくという順番になるだから、そうするともうまとめ結論っぽくなってくるけれども結局これに行き着くよね1ページ、ねえー、法律の勉強というのはまず条文があるそして解釈があるで解釈でだめだったら判例がある。 判例なかったら学者さんの考え方をとるというね、えー、そういうふうな勉強をしていくということになっていきますなのであの実際、解釈もそうですけど判例という考え方からするとやっぱり学習としては重要です、えー、判例の学習は。なので、まあ、一応ここにもあるけれどもあのなぜそのような判断をしたのかがすごく重要になりますいいですね。あの特にあのマークシートしかないようなあの試験だったらルか×かじゃん。 だから結論だけとりあえず頭に叩き込んだおけな何とかなるんだけれども、えーまあ、実際に法律の資格の中ではまあ、ね、資格であったりとかになると論文が書かれる必要があるでその論文書くにあたってはその丸抜だけだったら説得力ないよねなぜっていう理由が大切なので判例を読むにあたってこれから判例学習するけれどもやっぱり理由付けを正確に抑えていくそして判例の読み方を習得すること、まあ、これが、ね、あのすごく有効になります。 えー、特に、まあ、判例も今日は少しやってみます。後半ね、えー、判例少しやってみますけれども、まあ、判例を読むことが。まあ、ストレートに、えー、まあ、一つの目標みたいな、あのー。 ものですよね判例だって言ってみればね裁判所が作った、ね、立派な文章なんでそういうのをしっかり読んでいくってことはね、えー、論文対策にとっても有意義かなと思いますので、まあ、その辺りのところはちょっとね後半やっていきましょうで前半は一応ここまでとして後半は、えー、せっかくですから第1回の講義と密接に関わるところで、まあ、さっき、類推適用ってありましたよね、えー、類推適用っいうのを実際の民法の条文使ってやっていくこと、えー、それからもう一つは判例。 ですね、判例の読み方とか判例の考え方みたいのを少しやっていって最初の事例ですね2ページの事例についてもちょっと少し後半は復習していくことにいたしますはいじゃあそれではですっ、ね、たここで休憩をして休憩後その続きからやっていきますじゃあちょっと休憩します では引き続き後半とということになります、えー、と後半はです、ね、先ほどの続きということになりますが、えー、とせっかくなんで条文のさっきの類推適用、えー、というものを少し、えー、もうちょっと複雑な問題でちょっと、せっかく法律の勉強をやっているので、まあ、法律の内容っぽくちょっと勉強したいなというところです <laughs> えと。一応内容としては、えー、5ページのところで、この類推適用というのをちょっと練習してみようと思っているんですよ。でその前に、えー そのこのちょっと条文を、ね、1個紹介するとですね4ページに、えーまあ、実はこれ、民法の第1回の講義で扱う内容になるんですけれども、まあ、あの94条1項で虚偽表示というのをやりましたよねで、これは実は続きがあるんですよ、94条1項では相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。ですから A が B に例えば売ったと えー、売,る売るつもりもお互いないんだよ売買するつもりがないのにお互いに売ったかったとっうう言った場合にはこれは無効になります、えー、ですから例え,ばこの例えば何でもいいか物体があってこの物体を、えー、例えば B に売ったことにしても、えー、効力は生じない、えー、ただ2項があるんですよ全、えー、項の規定による虚偽の意思表示、まあ、つまりここで全、えー、項の規定というのは,これ,はこれですね1項です 94条1項の規定によってなされた虚偽の意思表示は善意の第三者に対抗することができないって書かれてますでこれで初めて聞くと思うんですが法律の勉強ではやっぱりね言葉の意義が大切です <laughs>、えーまあ、これだけ見ると何のこっちゃった話ですがあの善意っていう言葉がありますよねでこれは、まあ、いろんな、ね、細かいことを言い出すきりはないんですが法律の世界では善意っていうのは知ってるか知らないかでいうと知らないことを言います えー、よく、ね、あの善意っていうとなんかいいか悪いかっていうのかなあの善悪の意味で使うことはあるんだけれども法律では善意っていう言葉は事情を知らないことを善意と言います、えー、ですから善意の第三者っていうのは事情を知らない第三者っていう意味です、えー、つまり、えー、この売買契約がなされた後に例えば C が出てきたでこの人が何も知らない が現れたとしますでこの何も知らない第三者が現れた場合にはこの対抗することができないというのもあの日常的には使わない言葉がねあの日常的には対抗って言葉って使わないと思うんだ,だからあえて使うんだったら対抗っていうのはなんか戦うとかね、えー、なんかぶつかるみたいな意味で使うんですが法律では対抗っていうのは権利を主張することをいいますつまりその権利とか効果を主張することつまり対抗というのは法的効果 <laughs> とということは今回何が言いたいかというと法的効果というのは全項の通報虚偽表示というのは無効だよねつまり94条1項で書かれていた無効を主張できないという意味で使いますつまり対抗するというのはそういう意味で使うで1回目の民法の講義ではあのこれもう1回やるからそこは心配いらずそうするとこれは94条1項で本来は売買契約は無効なはずなんです ですがもし仮にちょっと具体的な例を考えてみましょう、えー、A が B に何か物を売りました、まあ、パソコンにしましょうか A が B にパソコンを売りましたでパソコンを売ったというのはこれ実は通報共有表示で無効なんだけれども B が買ったと思い込んだ C がいる、えー、要するに B が A からパソコンを買ったって思い込んでいる、B B、あ C がいてこの C が B からパソコンを買ったとしますでこの時には本来だったらこれは無効なわけですよね売買、えー、は無効だから A としては の B の契約無効だよって言いたくなるんですが、善意の第三者がいる場合には、その無効を要するに C に主張できないんです。ということはどうなるかというと、<laughs> A は C に、無効主張ができなくなります。じゃあ、無効主張ができない結果どうなる ?C からよこせって言われたら、引き渡さなきゃいけなくなります。 えー、つまり売買契約は有効だという扱いになっちゃうんです、C との関係では。つまり、これが94条2項という規定で、えー、無効渉できない、すると、これっていうのは、えーと、A は C に引き渡す、まあ、義務が生じると、まあ、いうことになる、でこれがね94条というルールです。 でこのルールはちゃんと知ってなきゃいけないわけですね、えーまあ、条文に書いてある、えー、ルールなんですがこれは具体例でいうとこういう感じつまり A が B との間で嘘の売買契約を結んでだけどそれを信じた第三者が現れたらこの信じた第三者に嘘でしたとは言えないとだから C から A に対してこのパソコンをよこせと言われたら A は無効だよってことが対抗できないんです C にでその結果 C は権利要するに確定的に権利を保護するということになる でこの条文ってちなみにどうして作られたかというとあのこれ方はあのちょっと書きますけれどもあの権利外観法理って言われてるんですよ <laughs> これっていうのは言ってみると A と C との利益考慮なんですね、まあ、言ってみれば A っていうのは自分からまあ言ってみれば嘘を通報虚偽表示をして B が飼い主であるかのような状況になってるでしょだからまあ言ってみればこういう感じで、ねまあ、物を渡しているかもしれないするとまあ言ってみれば虚偽の外観なんですね あの実際の権利関係と異なる虚偽の外観を A はわざわざ作ってるんですよつまりこういうのはちょっとあの言葉だけ書くけど奇跡性っていうんです奇跡性といってまあ落ち度があるわけで A は自分の落ち度で虚偽の外観を作ってるで一方 C はどう C は何も知らずに取引入ってきたでしょそうすると C っていうのはやっぱり信頼して入ってきたそうするとどっちの方を保護すべきっていう利益考慮になるわけ そうすると、自分の落ち度でわざわざ通報虚偽表示して虚偽の外観を作った A よりは、えー、その第三者、信用した第三者である C を保護すべきだ。だから、このように、えー、全員の第三者が現れたら、通報虚偽表示の無効は主張できないというふうにするで、これが94条2項の趣旨とされています。で、そうするとその、それちょっと頭の中に入れといてね、それを踏まえて、ちょっとねあの、この5を見てほしいんですね、5ページの。<laughs> はい、事例1、実はですね、 えー、事例1はさっき私が書いた図そのままなんです、えー、A はまあ金借りてて差し押さえを免れるために友人である B と示し合わせた上で A 所有のパソコン、えー、時価20万円相当のパソコンを B に売ったことにして <laughs>、えー、B と示し合わせた上で B に売ったことにして B に引き渡したということはこ,のこれは94条1項で無効になる場面なわけです ただ引き渡しを受けた C は事情を知らない C に本件パソコンを売却し引き渡しました。ということはこれは C というのは全員の第三者になります。ということはこの問題をで例えば解くときに A と C どっちが所有者ですかって言われたときには A と C がどっちがパソコンの所有者ですかって言われた場合にはこれは94条2項をそのまま使えば足りますよね。 いいですね、えー、言ってみれば、通報虚偽表示、まあ、A と B で <laughs> パソコンがこういってでこっちは通報した虚偽の意思表示がありますからね、えー、通貌した虚偽の意思表示があるから、えー、これで94条1項で無効なんだけどただ C が善意の第三者94条2項の善意の第三者になっているということは結局 C が要するに A は無効だって言えないわけ。 A は売買契約は無効だというふうに言えない結果 C が結局確定的に所有権を得るということになるでこれは94条1項をただ適用すれば足りるよねじゃあねそれと比べてこの事例2を見てみてくださいえまあ民法の中ではね一番,一番最初の内容では重要度高いやつちょっと事例をちょっと確認します A はまあ税金対策のため 自分の土地の登記っていうのはあの誰が所有者かっていうのを外に出すための、まあ、あれなんです登記っていうのがあるんですねで登記、まあ、っていうのを一応あれですねあの誰が所有者なのかっていうのを、まあこうやって記載されたものが登記なんですよで実際に、ね、税金対策のために自分の土地を息子の B の名義の登記に変えてたの本当はあれ所有者は A よ <laughs> 所有者は A なんだけれどもその土地の登記を えー、B に移してました <laughs> そしたら、えー、息子は気づいたんですよあれ、登記名義私になっていると、えー、ああ、やったと、えー、つまり本件土地つまり自分の土地が登記名義になっていることに気づいたからよしとじゃあ自分のものとして売っちゃったと C に対して売却をしたで、売却をして 登記、まあ、を C に移したと、まあ、こういう場面を考えてみましょうさあこういう場面を考えてみようさてこの場面で所有者は誰でしょうということですね所有者は A でしょうか C でしょうかという問題でまず一見すると1の事例と2の事例は似ています、えー、とっても似ていますただ さっきの事例との違いわかりますなんとなく94条の問題と似てるんだけれどもどこが違うかというと、うん、ごめんなさい A と B との間で通報はありませんね勝手にやってますよね、えー、つまりここが通報がない ということは94条1項の要件を満たしていません94条1項の要件を満たしていないということを考えるとあとはちなみに登記というのは、まあ、一応勝手に移っちゃったという状態だよ、ねえー、ではありますがそもそも大前提として通報がないから94条1項の要件は満たしませんということは C というのは94条2項の適用はできないんですよ。これ本来だったら やっぱりどっちが所有者って言ったらさ確実に A が悪いしちゃこの事例ってだって B に無断で勝手にさ息子名義に登記書いてるんでしょ息子の名義に勝手に税金逃れのために登記移してるから、まあ、A が所有権を失ってもやむを得ないような状態なんだよねだけれどもこの問題っていうのはまず前提としてあの勝手に登記移してるだけだから売買を結んでるわけでもないでしょだから原則でいけば所有者は A なんですよこれは ただ、登記信じただけだだけから。ただ信じて買っただけであって要は C は騙されてるんですよね、普通に。なぜかというと、繰り返しますけれども所有権というのは基本的には別に B との間で何か売買を結んだとか贈与したとか特にないでしょで勝手に登記っていうね外向けの登記だけを移してるから所有者はやっぱり A なんですよだけどこれだったらやっぱり C があまりにもひどいよねじゃあどうするかっていうとさっき出てきた94条2項に似てるじゃない、状況が。 で94条に似てるから94条の2項と同じような効果を認めるべきなんじゃないかって考えるわけでこの時の順番があるのまずこの事例2の問題に限らず随積適用はまず直接適用できないことを示すんですつまり94条1項の ですから、えー、直接適用することはできませんという、まあ、今回94条2項の適用の前提であるところの通報虚偽表示がなくて、えー、勝手に A が、えー、税金対策のために登記、えー、を移しただけですから、えーまあ、通報がないけれども通報がないけれども趣旨を示します。はいえー、本県では 94条2項の趣旨はどんなんだったかというとさっき触れました、94条2項というのの趣旨はちなみに、この辺は、ね、あの民法の勉強をするときに、ぶっちゃけ覚えなきゃいけない権利外観法律と呼ばれるものです。つまり 虚偽の外観があるる本当とは違っているそして本人,本人に奇跡性があるそして第三者がそれを信じた、まあ、このような状況があるんだったら第三者を保護すべきという考え方。 がこの94条2項の善意の第三者に対抗することができないという条文の意味なんですね。ででちなみにあの今日は全体構造編だから特に覚えてねみたいなことはないんだけれどもあの民法の第1回以降はあの覚えるべきものは全部。あの なんか私のやつレジュメだとまあ講義メモというまあレジュメとあとチェックシートといって,言ってまあ覚えるべきものはもうリスト化してますのでそしたら第1回の講義の中でチェックシートの中でもうこれは絶対覚えてねって言いますからあの94条2項ってどういう趣旨ですかみたいなまあこれだからもう覚えるものとしてかっちり書けなきゃいけないで例えば論文式試験だったらこれ書けなかったら始まらないからねえこの問題解決するためには94条2項では勝負できないんですまず94条2項は直接適用できないんだけれどもただ、94条2項ってこういう風な趣旨の条文だよね。 とということはさっきの、ね、この橋渡るべからず的なやつでやったけど趣旨が当てはまるんだったら同じ効果を与えていいじゃんっていうこと,、ねえー、ちょっとこれは第三者を保護すべきかな、ちょっと見づらいで、カタカナで返して、第三者を保護すべきとないうことですね、まあ、本人の犠牲の元第三者を保護すべきだとで、そうすると趣旨が当てはまるならば同じ効果を認めていいと。 これがで例えばなんか論文というとすごく難しく感じる人もいるかもしれないけど要はこの順番で書いていけばいいんですよで。あとは日本語の問題のでしょこの,この事例では A と B との間では通報がありません通報がないから94条,以降の適用は94条の適用はできません。直接は だけど94条2項というのはこのような条文なんだと虚偽の外観本人の奇跡性第三者信頼がある場合には本人の犠牲のもと第三者を保護すべきだという趣旨の条文ですだから本件ではこの直接適用ができなくてもその趣旨が当てはまる場面であったら同じように第三者である C を保護すべきなんだということを書いていけばいいじゃああとはこれ趣旨が当てはまるかどうかこれは事例で検討しよう 事例で検討するということですねだからこれは言ってみれば事案の当てはめと呼ばれるものですでちなみにこの、ね、種子が当てはまることを類推の種子があるって言います類推の基礎って言いますこの種子が当てはまるっていうことを類推の基礎ありって言ったりします、まあ、このように類推の基礎がある種子が当てはまるんだったら えー、同じ効果を認めてもよいだろうということでその場合は C を保護していいんじゃないのという,うな結論を導けるんじゃないかとうう考えていくんですでするとじゃあちょっとせっかくだからこの事例見てみましょう、えー、事例2については直接適用することはできませんまずね、えー、そして、えー、この条文の趣旨はそういう条文だじゃあ本件では虚偽の外観どうですか、えーとまあ、一応ねやってみましょうか B の名義の登記がありますよねこれ虚偽の外観ですよね えー、所有者は A にもかかわらず B 名義の登記がありますから虚偽の外観はありそうだとじゃあ A の軌跡性どうですか A の落ち度、えー、税金対策で自ら勝手に登記を移すようなことをやってますよねということは A の軌跡性はあるよねで第三者はどうですか事情を知らずに登記、えー、を信じて入ってきたということは第三者が信頼してるって状態ある そうすると94条の直接の適用はできないけれども1、2、3の要件全部満たしてるんだよねつまりちょっと書くと1については B 名義登記がある,登記がある2については A 無断でやってる C 知らないと、まあ、このぐらいにしましょうか、まあ、具体的な事例で検討するとこうなるつまり さっき言った1、2、3全部の要素を満たすので類推の基礎があるというふうにこう判断できるそうすると結論としては C を保護すべきという結論を導けるということなんですねでこれが、ね、法律の解釈論とか適用ってやつなんです で特にあのなんか、ね、全体構図だとなんかもっといろいろこの法律はこの法律だとや,やるところなんだけれどもどうしても民法1回目の橋渡しというのが強くなるのでちょっと民法証拠が強いですが、まあ、こういうふうな形で、えー、条文の解釈をしていくということになっていきますはいいいですかねでちなみに1回目の講義でほもう1回やります、ね、民法ここは、えー、でしかももうちょっと踏み込んだ内容をやりますのでまずはちょっとその頭の、ね、練習だと思ってもらえればというところですね。 でそうするとです、ね、このようにまあ条文の解釈の中ではこのように類推適用みたいなことをして、まあ、実際には条文が使えない場面ですね、えー、少し、えー、ちょっと右ページかな5ページの方ちょっに戻っちゃいますけれども、えー、これで条文が直接使えない場面でもその条文の趣旨っていうものを考えてでそれでその趣旨が当てはまるような場面だったらやってるだから実はこれ今やったこのちょっと難しそうだったけどさ難しいことやったけど実はこれとやってること同じだよね。 馬車じゃないから自動車は通れないけれどもこの趣旨は重いものはだめだって趣旨だよね自動車は当てはまるから同じ結論に車を通れないよっていうことでしょ実はやってることも同じなんですよだからその辺りのところをまあなんか使いこなせるようになると法律バンバンできるようになりますんで で、まあ、逆に、それが面白くもなってくるからね。で、実際、こういうふうな形で条文っていうのを解釈して、適用していくってことになりますが。もう一つ、判例というものを練習していきます。で、ちなみに、あの、今言った九十四条二項の類推論については、ここの。えっと、六ページのところで、一応。 えー、書いてあります、まあ、94条2項というのは、えー、本人の規制規制虚偽の外観第三信頼を要件に本人の犠牲の下で第三信頼を保護する考え方ですとだから事例には直接適用はできないわけですよね、えー、事例には直接適用できない、えー、なぜかというと通報がないから、えー、そして直接適用できないとしてなぜ類推できるか権利外観法理が当てはまる場面だからという形で、ねえー、やっていけばいいじゃあ今度は、ね、じゃあ条文判例学説で今度は判例を勉強してみましょう 特に判例というのは裁判所が裁判においてした、えー、解釈でこれは非常に重要な意味を持ちます、えー、裁判所が裁判においてした解釈でおいて、えー、特に最高裁判所がしたものを判例といいますで諸学段階だったらあんまり聞きなくていいけど最高裁が示したものを判例下級審が示したものを裁判例といって一応区別はしています ですが、まあ、学習する最初のときはもうとりあえず判例、判例というときあ特に,特にこれは司法試験、予備試験ということになると判例の理解はすごく問われることが多くなり、まあ、条文と同じ位置づけになるからもうできるだけ判例のストックを増やしていくというのは、えー、特にあとは、ね、マークシートの試験がある場合と判例聞かれる問題ってやっぱ多いんですよだから判例のストックというのは入門段階でどんどん,どん,どん上げていくということが重要になる。でただあくまでも 判例の難しいところは具体的な事件の解決のためにやってるんですですから、えーまあ、ここに書いてあるけれども具体的事件の解決のために必要のされる限度でのみ裁判所は判断を示しています、えー、なので判例の大切なところはこれ射程というんですこの判例がどこまで及ぶかっていうことが実は判例の学習の中でこれ特に入門段階で、えー、1回目で必ず私がしゃべることなんですねあのあの特に全体構造で 判例を覚えりゃ済むじゃんって思うでしょじゃあちょっと判例の学習をちょっと刑法を例に取り組みましょう、えー、と刑法はおそらくねあの学習したことがなくても多分日常的になんかよく使う言葉遣いなので多分正当防衛って聞いたことありますよね、えー、と正当防衛っていうのはこういうふうな条文が刑法36条に規定があって九百、まあ、不正の侵害に対して、えー、他人または事故または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は罰しないとされています でこれれは例えばですけれども具体例ですね、えー、誰かがいきなり殴りかかってきたと何しう包丁を持って襲いかかってきたとでその時に例えば自分の命を守るためにそいつをバーンって殴っても、えー、障害罪なり暴行罪にはならないんですでこれは日,本日常的に使う正当防衛というやつですつまりこれは相手方がいきなり包丁を持って襲ってくれば嗅迫不正の侵害がありますよねそしてそれに対してやはり自分の権利命も権利ですよね、えー、自分の生命を防衛するため 守ろうという意思でやむを得ずにした行為、これは、ね、言ってみればその防衛するための手段として相当な行為と言われている、だから例えば包丁で殴りに来た人に対して木刀でバンって殴り返すとかえ包丁で切りかかってきた人に対して、まあ、バットでやるというのも一応、手段としては、ねえー、包丁でやってきたからやむを得ずにしたとされるで、これちなみに余談ですけど殴りかかってきたやつに包丁で刺したらだめです、それはこれやむを得ずにしたとは言わないんですよね。あの手段が いやに行き過ぎてないってことなんです、やむを得ずって、ね、これはあのちなみにあの刑法の勉強でやる話なんだけれども、手段の相当性って言われてるんだけど、そうするとこの要件なんです、やっぱりこれも刑法でも同じ、さっき言った、包丁で襲いかかってきた人に対して自分の命を守るために金属パットで殴り返したという場合には、嗅覚性の侵害、事故または他人の権利、防衛するためやむを得ずにした行為、全部要件満たしたから、法的効果で罰しないことになるんですよ。 えまあ要件、効果で分析するとねで、このちなみに刑法では、ね、これ違法性阻却事由という,ふうに言いますあの、これは覚える必要は特にありません、本来だったら、傷害罪っていう、これ構成要件というんだけど、傷害罪に該当する行為でも、こういうふうな正当防衛の状況で行われた場合には違法ではない、犯罪は成立しないとされています、でこれはまあそうなんだでいいです、じゃあ、ちょっと事例を変えてみます、えーとね、よくあの出てくるのが、自傷防衛というものがあるんですね、何かというとですね、 相手方の攻撃に先立って行われた場合 <laughs> さっきの事例覚えてますか包丁だとちょっといいか包丁でいいか、えー、と相手がいきなり包丁で切りかかってきたから自分の命を守るために殴り返したという事例なんだけどちょっと時間を3分巻き戻します、えー、殴り返す3分前に実はその包丁で切りかかってくるやつのことをえボコボコにしていたという場面もしくはものすごく挑発していた。 つまりやれるもんならやってみろみたいな形で小バカにするような形で挑発をしていたら相手が包丁で切りかかってきたんで殴り返したっていう場面でそうするとこれって正当防衛になるのっていうのは実は問題になるだから自傷侵害というのは要するに自業自得みたいになっている時ですでこの時に実は条文ないんですよ,条文ないのよということは判例に頼るしかないでじゃあ判例は 一般的な自傷侵害についてどういうふうに言っているかというと一応こう言っているの、えー、判例は特に、ね、よくあの問題集とかであの丸か×かみたいな足別の問題集みたいなバ×をチェックする問題集とか,なんかそういういマークシートの問題の解説とかだと大体こうやって書いてある、えー反撃者、防衛者の反撃は何らかの正当行為に出ることが正当される状況における行為でなく正当防衛は成立しないとしています。ですから、えー、この判例は 平成20年って書いてあるけれどもある判例はその一般的な自傷侵害というのの事例の一つなんだけれどもその自傷侵害の場合には反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為ではないから正当防衛にならないとして正当防衛否定しているのつまり今回の問題だと自傷防衛ですからちょっとこっちのほうに小さく図書きますけど要はまあ A がいてどううしようかななごめんさいごめんなさい。あごめんなさい 消します何かちょっと違う感じでちょっと,ちょっと書きます例えば、まあ、これはちょっと順番で言うと、まあ、コートええっていうふうにしますが要はこの人がまず何かやらかしてで「九博不正」の侵害があってそして反撃したと、まあ、例えばこんな感じしましょう。 まあ一般的な自傷侵害の典型例はこんな感じですだから本来だったらこの丸1がないのさこの丸1がないのよ本来だったらこの丸1がなくて「九泊不正の侵害」に対して反撃すれば正当防衛っていうことね九泊、えー、不正の侵害に対して、えー、なんか A が殴りかかってきた殴りかかってきたから反撃したら正当防衛っだけどねでちょっと事案を変えてこうなったとしますその前に、えー、バカにしてた、えーまあ、言ってみれば A が殴りかかるように A が殴りかかってくるように、こうの方がえなんかこう挑発したっていう場合には一般的にさっき言った自傷侵害と呼ばれるものになるんです。で、その自傷侵害の場合には判例さっき言いましたけれども、これはこうがちょっと戻るけどこんな感じね。とこうあいいかいいか6ページね。あの反撃行為に出ることが正当とされる状況ではないから、これは正当防衛成立しないよっていうふうにえされ結論はしてるんですよ。だからこのえ事例で言うと要するに。 この状況というのは、えー、要するに反撃行為に功が出ることが正当な状況ではないからこれに対しては、えー、正当防衛ではないよというふうに、えー、しています。で、で実はね、判例の勉強を、実はね、あのやり方を間違えちゃうケース、特にあの初めて法律を勉強したりとか法律を勉強して間もなかったりするとどういう勉強が正しいかって結構曖昧じゃない。 そうするととりあえず結論だけ覚えちゃおうという人もやっぱり出てきちゃうんですで実はそれはそれであ,のあながち間違いではないんだけれどもただ結構危ないんですよね判例を覚えるときは例えばこのさっきの、ね、6ページの下のやつを見たときにじゃあ自傷侵害は正当防衛成立しないって覚えてよいか実は、えー、そう覚えるのは非常に怖いんですなぜかというとこの事案というのは実は細かい事案があるんですいい あの判例の結論は正当防衛は成立しないとした判例なんだけれどもはい7ページに詳しい事件がありますえ特殊警棒事件って一応書いてありますけど実際にこれ平成20年まあ今から十何年前に実際にえ最高裁が出した事件ですがどんな事例だったかというとまず、公が言い争いになった A の左をバチンで殴ったんですねまず一番最初に左頬をバチンと殴って歩いて立ち去ったんです。 そしたら A が、まあ、殴られた方ですね殴られた方が、まあ、自転車で追いかけてきたわけ、で現場から2 5ル先を左折して6 0ル進んだ歩道、大、え、体、ー、いい合わせて1 0 0ル未満、そんなに遠くないよね、あの現場から26メートル、25m、約80何メートル追いかけてで自転車で追いかけてきて何したかというと A が、まあ、水平に伸ばした右腕で後方から甲の背中の上部または首付近を強く殴出した。えーまあ 世間一般でいうラリアットを、ね、あの最高裁が言うとこういうことになるんだね、あの世間一般で後ろからラリアットかました、んです自転車乗りながらで、それがこの水平に伸ばした右腕で後方から、甲の背中の上または首付けを出したって、ねまあ、やっぱさすがに言わないんだね、最高裁、ラリアットとはね、えー、一応、ラリアットをちゃんと最高裁に定義するとこうなるで、それでラリアットかましたら、甲が携帯していた特殊警棒、何でか持ってたんだよ、特殊警棒でボッコボコにしたっていう事件なんですよ。 でこれに対してまあ言っとするとこの事件というのは実際あの左方を殴ったまあ二丁描くともうざっくり書くと左方をパンチしたんですね左方をパンチしたで A が今度、えー、自転車でラリアットかましたそして B が、えー、特殊警歩あの特殊警歩ってあのすっごいあのはか達成能力高いやつね。 もうあのもうすごい狂気として強いやつです、まあ、実際にゲーム程度、こうだったんですね、えー、左方をパンチしたら、A が自転車でラリアットかましてきたんで、こうが特殊警棒でめった打ちにした、でこの特殊警棒でめった打ちにした行為に、正当防衛は成立しないというふうにしたんだけれども、じゃあ、なぜ成立しなかったか、実はね、判例読むときはそこが大切、ちょっと見ましょうか、えー、っとね、はい、判例なんですが、実はこの結論は、さっきやった話なんだよ、正当防衛は成立しないってした。 よよく見ていきますよ、はい、A から攻撃されるに先立ち A に対して暴行を加えるえー、ているのであって A への攻撃は、甲の暴行に触発されたその直後における一連一体の事態と、えー、いうことができ公は不正の行為により自ら侵害を招いたと言えるから A の攻撃が前期の暴行を大きく超えるものではないなどという本件の事実関係のもとでおいてはと言っているよね。 実ははこれを読み落としてはいかん本件の事実関係においては成立しないじゃあ本件の事実関係何て言ってるかというと実は3つのことを言ってます1つは河、えー、の冒頭暴行に触発されたここここにしましまょうかからいいかな直後における近接した場所での一連一体の事態であるということですね、まずそして不正の行為で自ら招いた。 ものと言えるから A の攻撃が c の攻撃の程度を大きく超えるものではないなどの本件の事実関係のもとにおいてはというふうに言っているんですすると今回これが正当防衛を成立しなかったという場合においてはいいですかね、えー、実はこれは3つのことを見ています こっちのほうに戻りますけど要は、さっきの判例の本件、事実関係はまず1つ目、公が不正の行為を行っていますつまり、これ、丸1ですよねだからこれか、○1 っ書くよりごめんなさい、カッコ1にします、えー、公が不正の行為を行っていますまず左方を殴るって,ていいやっていいわけないからね、えー、暴行ですから、もう殴っちゃってるそして2つ目、丸1と丸2が 時間的、場所的に一連だと近接しているというね、場所的に近い、3つ目はちょっと読みにくいけど、A の攻撃が、つまりラリアットが、パンチを比べて大きく超えるものではない、つまり、丸二か丸一を。 この事実関係なんですつまり実はこの判例を読むときには正当防衛が成立しないよっていう結論はさっき言った通りなんですが判例は理由を言ってるの。でその理由はちゃんとこれは国語なんですよ判例を読むっていうのは。 本件の事実関係のもとにおいてはの中でどういう部分を読んでいるかというとまず、阪神の2行目にある通り触発された直後における一連一体の事態、一と二が時間的、場所的に近い例えばさっきの事例でいうと1 0 0ル以内ですね殴られた直後に1 0 0ル以内で行っていることそして、不正の行為で自ら侵害を招いたつまり、行の第一行為が左頬を殴るという不正行為であること。 そして3つ目、A の攻撃であるラリアットは左頬を殴るのと比べて大きく超えるってほどでもないでこの事実関係では正当防衛が成立しないってしてるわけね。ということは、例えばこれ、しっかり見ておくとあのレジュメの7ページも書いてあたけどさ、事例と半紙をすごくちゃんと理解できていれば、自称防衛であっても正当防衛が成立することは十分あり得るということになる。例えば、これが、ね、判例の射程ってやつで、少しいじくってみます。 えとね、例えば左方を殴りましたで自転車ラリアット食らってそれで特殊病院を返したもし仮に左方を殴られてから自転車ラリアットするまでの間にえ3日後だったらどうか例えば左方を殴って立ち去りましたで3日後になってたまたま A がこう見つけてあ俺3日前殴られたふざけんなよってラリアットかましに行ったって言った場合にはそれに対して反撃したら正当防衛になる可能性あるよね。 要するにか一連一体の事態ではもないじゃんもう例えばもう3日経っちゃった後で、で、ね時点まあ、3日前のあの時の恨みみたいな感じで来た場合にはこうとしたお前なんだよっていう反撃したくなるよねでそれがあ,あり得るよねでそれはだから、かっこ2ですよねでそしもしくはちょっといじりますこれ左方をパンチしたんではなくてなんか普通に頭なでてたと。 で頭なでたら A が気持ち悪いわって自転車でラリアットしてきたってなった場合は1個目の行為が不正な行為じゃないじゃんもしかしたら何かよかれと思って頭なでなでしてたら、まあ、A がお前気持ち悪いわってラリアットかましてきた可能性もあるいいよねでもう1個3問変えてみようか例えば左方を殴りましたそしたら時間的場所的に近接して自転車で追いかけてきて何か知んないけどなんかチェーンソーでわーってきたみたいなねチェーンソーとか斧で殺してやるみたいな感じで自転車で突っ込んできたらそれは破片撃するよ つまりこれっていうのは事案をいじれば結論変わるんです例えばこの要するにこの判例が重視している今回、この特,、まあ、これ特殊警報やりすぎだからね一応言っとくけど普通だったらラリーットの特殊警報だったら、ね、やむを得ずにした行為じゃないんだけど少なくとも本件でこの正当防衛を成立させなかったファクターとしては3つ言ってるじゃん。 でしかも、はっきりとそのような本件の事実関係のもとでは正当防衛成立しないとなるからこの不正の行為でなかった場合1が不正の行為、まあ、今回は、1が不正の行為であったこと1と2がすごい時間的場所に近いことそしてラリアット、2のラリアットがそこまで苛烈な行為ではないだから、第3行為は正当防衛にならんよとうう言っているからそこをちょっとでもいじると結論は変わるわけです。 でえー、特にまあ刑法に限らずですね民法もそう憲法もそうなんですがこれをいじくってくるのがつまりあえてさっき言った、えー、ラリアットではなくてチェーンソーみたいに問題を変えてくるんですラリアットじゃなくてチェーンソーみたいに問題を変えてきたりとかするとでもし判例の学習で自傷侵害は正当防衛にならないよっていう勉強しちゃうと、えー、例えば、えー、その結論がやっぱり違ってきちゃうよね。 例えば最高裁判所の考え方によればおそらくはチェーンソーになると、この2が1を大きく超えるものではないというこの部分が言ってみれば簡単に言うとこの判例が示した要件みたいなもんじゃんこれはそうすると、の3の要件的な部分が要素が外れてくるから正当防衛成立しないという結論が出てくる。 ででこれが実は判例学習、まあ、特にまあ民法でも出てくるけれども、まあ、1回目でしっかりやるべきところで1回目もそうだし1週目の学習でしっかりやるべきでそれが判例の射程と呼ばれるものなんですだから判例がどこまで及ぶかというふうに最初言ったけどね、えー、この判例というのはあくまでもそのラリアット事件で示した判例だから目の前で問題となっている事あの民法も同じよ民法でも刑法でも実際に問題として出題されている事例がその判例と事案として共通項があるか。 同じ結論を導いていいのかということはちゃんと読むそうすると、まあ、実際学習するときには判例の事案と判紙を読んでいくだから特に入門なんかでも結構判例については結構そういうところを細かくやっていく感じになりますで民法だと事例問題解説中というレジュメの方を使うんだけれどもあのテ,キスト、ね、テキストのトの方私の方であで作っているんだけれどもそのあたりでちょっとそののとのあたりころはしっかり事例を読み込むということはやりますででそうすると最終的に判例があれば解決する。 で最後に学説ですね学説は学者の解釈に対する見解ですから、えー、特に入門講義の中でじゃあ学説をやる勉強っていうのはあるかというと実はそ、ね、そこそこありますあの実際に学説って何の意味があるかというと中には判例の中ではこの判例の結論やばいんじゃねえみたいなのがたまに出てきます。 えー、一つの科目について、まあ、複数個あるんですよ、最高裁こう言ってるけどこれはおかしくねえかみたいなね、でそれはもう学者さんのもうもうほとんど大多数が言ってるような場合というのはあるで、その時には問題解くときには、判例はこう言ってるけどこれまずくないですかって言って学説使って解くときもあるんですよ、でそのときにやっぱり必要な限度で学説は学ぶ必要があります、なので、まあ、判例の結論が妥当でない場合とか、えー、そもそも判例がない場合には意味があります。で特にあの、まあ 1>, まあ1回目の講義でも民法でも言うんだけどあの講義の中では特別に指摘がない限り学説やらなくていいです。あの特段の指摘というか講義の中でこの学説はやっといてねといたものについてはあのやったほうがいいけれどもそれ以外のもので学説に踏み込んでいくとどこまでも勉強を拡散しますから、えー、学説はもうできる限りもう必要な限りのもので特にいいです。で 特に、ね、学習ってある程度さ1週2週って回していくけれども1回目の学習はとにかく学説の不可は一番怖いので、えー、判例がおかしいってものは本当に絞ってあの講義の中で言うからそこは心配しないで大丈夫ですで一応、そうするとですねもう結果的にもうなんか問題解ける気してきたでしょう事例判断の方法は結局こうなるだけなんです、えー、条文要件を指摘する条文解釈が必要ならば適切な解釈規範を示すで事実を当てはめる そして法的効果を説明するという順番を守っていけばいいでそうするとあのでそのために必要な知識をどんどんインプットしていくというのが、まあ、入門の役割であって、えーまあ、法律の勉強の中心ということになるだからたくさん問題を解くということは、ね、あのどんどんできるようになっていきますので,でそうすると、まあ、今までのところがまあ大体、えーまあ、ちょっと戻りますけれどもある程度判例とかも中心として法律学習のイメージというのは湧いたと思います ですると、ですねじゃあ、えー、さっきの事例問題一番最初に扱った事例問題の2ページのやつ、これ一応結論をちょっとやっておきたいですよね、まあ、やらなきゃやらないで気持ち悪い、えー、ということもあると思いますので、じゃあ、これどうか、時効完成後に権利を承認した場合に時効が更新しない、ちょっと話を覚えているかなということですが、少しまあ簡単におさらいすると、えー、貸した金返してくれないんだけれども、なんか,なんか18、1 18、 18年17年ぐらい経ってから年末返すわって言ったやつねでそうするとまず主張反論の攻防としてはまず民法587条で金返せで Y はいやいやもう知った時から5年たしてるから金返さねよ時効で消えてるよそれに対して X は、えー、確かに5年経ってるけれどもあなたはえ確かに返すよ年末まで待ってくれって言ったじゃんだから時効はえ完成し更新しちゃったとでそれに対して Y はいやいや時効完成後だから これは更新しないよっていうところでしたよねで,で、実際に結論からするとまずは原則としては時効の更新というのは時効が完成する前に行うものですえ時効が完成する前に行うものなんで、えー、言ってみれば、えー、とその知った時から5年のより前に時効を更新しないと、えー、時効の更新の効力は生じないとされていますただ実は判例があるんです 時効が完成ししたた後に承認したつまりまあ一応触れとくと、ね、原則としては更新というのは、えー、時効の更新は完成前でだめこれは、ね、制度の趣旨からなんですよ要するに完成していない時効を次々つないでいくイメージ。 つまり時効の完成を先延ばしにしていくっていうのが時効の更新だからその時効の更新というのを性質上完成前じゃダメで完成しちゃった場合には時効はもう完成しちゃってるからねということなんですただし例外があるんです例外が実は判例としてあるんですじゃあどんな事案だったかというとまさに今回と同じ事案なんですこれと時効が完成した後に私は返しますって言っちゃった事案があるんですよでこの時に 結論を言うとですね、えー、とねこの時には、えーとね、ちょっと見ますね、判例ね,、えー、とね、9ページにあります。いいかな。まあ、時効が完成した後に債務者が債務の承認をすることは え実際には、ね、ほさっきも言った通りでこれまだ全体構造編だと1回目だから結構ね、あのー、初めて聞くっていうのも多いけどさ,さっき言った通り時効のこ更新っていうのかな時効をリセットするのは完成しちゃったら本来できないです。 え時効完成しちゃったらねだから完成する前じゃないとリセットできないんだけれども判例はこういうことを言ってるんです時効が完成した後に債務者が私は借りてますと承認をすることは時効による債務消滅の主張つまり時効でなくなるよっていう主張と相入れない行為だよねということは時効が完成した後であっても相手方はもはや時効の援用これ時効で消滅するよっていう主張ですそれをしない趣旨であると考えるであろうつまり 時効完成後に債務を認めた場合には確かに本来は、いいね本来的には時効が完成するあごめんなさい本来は時効が完成する前じゃないと債務承認はできません、まあ、権利の承認ねえ、時効が完成する前は権利の承認つまり、時効の更新はできないんだけれども、時効が完成しちゃった後にやった場合、相手が信じるんだよね。あこのの人も時効の話しないないいっていう風に えー、つまり、相手方が債務の承認をすることは相手方においても債務者はもはや時効の延用をしない趣旨であると考えるだろうからその後においては債務者に時効の延用を認めないと解するのが審議則に照らし相当である、まあ、審議則というのはなんか人としてどうなんみたいなやつなんだけど、えー、要するに判例はやっぱり相手方が信用しちゃうと、えー、つまり本来は時効完成後には更新の効果は生じないはずなんです。 原則,原則としては更新の効果は生じないんだけれどもこの時効完成後に債務承認をした場合には理由も大切ね判例だから相手方がもう時効の主張をしないだろうとつまり、えー、と判例の立場に立つと,、えー、と Y による債務承認あ y, による y による権利承認というのは X が これ遠用というのは時効主張すること、えー、信じるのが通常と、まあ、判例はこう考えているわけだ、えー、つまり、Y が1回、ね、待ってくれと言ったわけですよ年末まで待ってくれと言ったらそれはもう X としては時効の遠用はしないだろうと、Y は。というふうに考えるのが信じるのが通常である。 なので従ってその信頼を保護するということです、その X の信頼を保護するために Y は、これは審議則というのはそういう信頼とかそういう誠実とかそういう話なんです、審議則上、できないというのが、反連立場になります。 だからこの問題を解くにあたって例えば事例問題が出たらこの判例していなきゃいかんわけです。えー、審議則というのは要するに X の信頼です。まあ、X の信頼保護であったりとか、えー、もしくはな言ったことは要するに責任持てよというね、えー、ちょっとこ難しい話で禁犯言と言ったりします。えー、ま X の信頼を守るために Y は。 まあ、X の信頼保護が必要と。というつですが Y としては審議則上、時効の延はできないという形で、えー、最高裁は考えているでそうするとこのじ事件というのはなんかいきなりなんかむい一発目やってみたけどなんとなくあのイメージは湧いたかなという感じかなあのこの場合だったら結論としては時効完成前に債務を承認する場合じゃないんだけれども本来だったら原則ね えー、時効の更新は完成前じゃできないけれども完成後に権利承認する場合は最高裁の判例によるとやっぱりこれをあえて返すって言ってるんだから X からしてみればこの人返すって言ってるんだから時効の話しないだろうって信じるわけだよねでそしたらその人の信じる信頼をやっぱり優先すべきであってそうすると Y は自分が1回返しますって時効完成後に言った後にやっぱり時効でなしねっていうことはやっぱり許すべきではない。 ということ、ね、もう時効完成した後にやっぱり返すぜとうう自分から言っているん,、ねえー、んだからそしたら相手方の信頼を守るために時効延はできないよというふうふにえ考えるのがえ通常の考え方そうするとこの問題、えー、結論としてはどっちが勝つんだ、えー、と Y の要するに時効の主張ができないということになりますから原則通り X がえ返せと言えることになるねしたがって X の主張が認められるということです最後はね というふうな形で、X の請求は認められるというふうに論じていくことになります。いいですかね。よろしいでしょうか。でちなみに大体、これちょっと、あの後で、これ、せっかくやるから、また、あの応用的な話は触れるんだけれども、じゃあ、これ、えー、せっかく、今日ね、ここまでやれば、まあ、民法の問題だったらそうでしょうね、これね。えー、民法の問題だったら、 X が勝つということになりますじゃあ、えーとね、これはあのちなみに入門講座の中では訴訟法というのも勉強するケースがあるわけですね、えー、ちなみに民事においては民事訴訟法というのがありますでこれは何かっていうと結局民事裁判の話なんですじゃ仮にですねこれは民事訴訟の立場から見ますちょっとねこれはねえっ、ー、ともしこのような法律相談を、えー、例えば、えー、弁護士でもいいしまあ えー、例えば法律に詳しい人として、えー、このような相談を X から受け,受けました、はいえー、と一応 X、X から相談を受けた時に100万返してもらえますかねというふうに言った、えー、ときにどう答えるかというとですねこれはあの民法で今解くと返せって言えそうなんですけれどもおそらくこれ、えーとね、実務家特に弁護士がこれを相談を受けた場合には無理って答えることがほとんど、えー、どうしてか。えー、とね これ訴訟法というのはどういうものかというと訴訟というのは請求する側は証明しなきゃいけないんですその事実をつまりお金を貸したことを証明できなければ、えー、例えば民法の理屈では勝てても訴訟で勝てるわけではないんですねとするとこれ見る限りまず借用書があるかどうかが怪しいですよねで借用書がなかったらお金を貸したという事実について、えー、証明することができませんので えー、なかなか難しいそれともう一つもし借用書があったとします、はい、借用書があった場合相手からまず出てくる反論はもう時効だよだよねで時効だよについてこっちからの再反論はでもあなた認めたじゃんだよねこの事実関係で認めたってことを証明できますだってこれ口頭でやってません返すよっていうのを要するに口約束をしてるよね これ録音をしていたりとかメールがあったりとかやり取りが残っている例えばね LINE でもメールでもやり取りが残っているんだったら間違いなくやりましたよねっていうふうふの言えるんだけれどももしこれ訴訟になったら話変わるんですえ訴訟になってくるとえ年末まで待ってくれとあなたは言ったでしょうはいえ相手はそんなこと言った覚えありません証明できますかって言われた場合え証明できないんです とすると請求できますかといっ,った場合あのこれは民法上の請求権はあるけれども訴訟で実現できるかというと、えー、この事例からはもうちょっと聞き取らないとわからないかな、えー、なんかそういうふうな証明できそうかなみたいなことがあれば話は分かるで実はそれがあの法律における実態法と手続法というのは、まあ、ちょっとこれからやるけれども要するに権利があるかないか。 請求権が発生するかしないかというのが実態法というジャンルでそれは民法とか商法の領域なんですもしくは刑法も実態法です言ってみれば国家の刑罰権の発生なんですでそれを実態法というんですでそれを裁判を使って実現するのが訴訟法ですだから民事訴訟というのは民法や商法で発生した権利を実現する つまり無理やり裁判で確定判決というんだけど判決もらって強制執行して取り立てる裁判を使ってその手続きが民事訴訟で刑事訴訟というのは国家の刑罰権を刑,を刑事裁判かけてユーザー判決して実際に例えば懲役にさせるとかね、そういうのを実現する手続きになるからそうすると実は実態法と手続き法でこういう,うに変わるわけです。なので、 まあ法律の分類というところになりますが、法律の分類については、このように広法と司法の区別という観点からすると、さっき言った通りこの広っというのは憲法とか行政法、これもやったからいいかな、広っというのはえ憲法とか行政法のジャンル、司法というのは民法,民法とか商法とか民事訴訟法みたいに、司法ね、いいか、広っというのは、これは一回書いてるからね、詩人です。 で司法というのは、えー、詩人 VS 詩人で、次回の講義から扱う民法は、この司法の一般法というものになります、その司法で一番根底を流れるものになります。 ですから、私人と私人との間、私人と私人との間で紛争があった場合どういうふうに解決していくのかというものを学ぶのが、えーまあ、民法ってことになりますで。なおですけど、実体法と手続き法の区別については、実体法というのは、まあ、例としては民法で、権利義務の発生なんですね。 まあ言っても,もしくは請求権、えー、権利義務の発生についてになりますで手続き法というのはその発生した権利を実現するんですその これは裁判ですね、えー、裁判で実現していくという、まあ、そういうふうな作業になっていくと、まあ、いうことになっていきます。<laughs> はい、ということで、大、え、体、ー、いいここまでのところが、えー、言ってみれば民,民法じゃないや、ごめんなさい。 あの全体構造として法律の学習論みたいなところを使ったものになります、でなおですけれども、今日扱った、さっきの最後の時効のなんか、ね、更新とかについては、一応9ページのところでちょっと細かいことは書いてありますが、学習後にやりますので、えーまあ、あのこれからあの民法の学習だと時効は通常、第3回、第4回ぐらいで扱うんだけれども、まあ、その時に扱います、あのさっきのこの判例というのは、時効が完成したのを知らずにやったという場合です。 えーまあ、そのような判例なんですね、えー、時効が完成したということを知らずに、えー、そのうち返すよと言った場合の判例ですで、なので今回の事例、そこは明らかではありませんが、まあ、一応、そういう前提で一応、説明はしました、えーまあ、細かい話になりますけれども、Y としては、えーまあ、時効が完成したことを知らずに、もう待ってくれよとうう言ったとっいう、まあ、事例であると、先ほどの判例の力を使って、判例の立場に立つと請求権が通らないみたいな、そんな話だったわけですね。 でちなみにここから先もうちょい、えー、やっていくとですね,、えー、とねせっかくですのでちょっと時間の方が少しありまして、はいえー、とまず最後になるんですがあのこれから扱うのは、ね、あの各講座の法律をつかんでいくというイメージなんですがあの民法の触りについてですね、えー、民法の中の触りについて少しこういう風な。 も問題があるよみたいなことをちょっとせ説明していくことになります。で、でその上で、えー、そうかちょっと言い忘れたけれども次回からはあの入門講座 という形で、えーまあ、民法の内容を扱っていきますが基本的な進め方についてはあの一応、セブンサミットという、まあ、テキストですね、えーまあテキストの使い方とかについてはまたあの触れていきますが民法の場合は厚いテキストがどんとあったりするんですけれどもどうしてもやる内容としてはあまりにも広くなりすぎるといけないので民法の場合も限らず私の,あの講座の場合にはあの全部私のでレジュメを作っていますですから講義は基本的にレジュメに沿った形であの進めていってで セブンサミットという本ですね、憲法がありますんで、まあこういう、こういうテキストについてはどちらかというと調べ物をするとか、まあ、資料として使っていくことが多くなりますなので、レジメレジュメに沿ってやっていって、でそれで、まあ、覚えるべきものについては、まあ、チェックシートという形で、まあ、覚えるものも教材として用意していきますので、そこはあの特に。 広くなりすぎないよう、ね、に、あまり広くなりすぎるとだんだんあのどこまでやっていいかって拡散しちゃいますから、まあ、とにかく1回目で扱うもので、かつ試験で問われるものをです、ね、重要度が高いものに絞った形で、まあ、レジュメの形で情報集約。 まあ、とにかく法律の勉強って試験の中でやっぱり情報をいかに集約するかっていうのはあるんですよね、えー。やればやるほどいいに決まってるんだけど当然やれるのは限界があるわけだから、まあ、なるべく1つの情報ツールに一元化してで覚えるべきことは覚えるものとして、まあ、こちらでチェックシートっていうのを用意しているのでそれを反復していくっていう形になります。で講座自体はは基本予習いいらない とにかく講義は納得中心でいいと思うんです、納得して復習の中で例えばレジュメで書き込んだ内容であったりとか自分でメモした内容をまあ復習の中で再現していくで、覚えなきゃいけないものは覚えなきゃいけないものとしてあるからそこは覚えなきゃいけないものをチェックシートで覚えていくという形で、まあ、予習復習というか、範囲で言うともうゼロ重でいいです。 もうゼロ十でいいので、講義の中で納得して分からないところは質問していただいたりとか、分、えー、からないところは聞いていただいて解決して、次の講義までに復習をしていく、でそれの感服になりますで、持参していただきたいのはというか6法ですね、えー、6法は必要になります、でどんな6法でも構わないんですが、まあ、これ固有名詞言っちゃうとあれなんですが大体の場合はなんかポケット6法とかデイリー6法みたいな形で、本屋さんに売っている、まあ、平積みの6法ですね。で 基本的によく6法を初めて見るという方はあるかもしれないですが、判例付き6法というやつは基本用意しない方がいいです、入門段階では。あの判例付き6法というのはあの条文を開くとね、せっかくサンプルっぽく出すとね、いろいろ書き込んであってあれなんだけど、例えばまあ6法というとこういう感じで、えーちょっとっまあ、何か適当な例出しますけれども。 こううい感じで今せっかく正当法やってるからこういう感じで6法っ,っ,てううで六って一応こういうい感じで条文が書いてあったりするんですが判例付き6法といって重要な判例がここにくっついてるのがあんですよ6法の,の種類としては判例なし6法と判例付き6法ってあって判例付き6法はあの条文引くくとききににすすごい引きにくいんですえ例えば、正当防衛の判例ってめちゃくちゃ多いんですそうすると36条、37条つながってるでしょ。 だけど、もしあの条文で判例付き六法をやると正当防衛の6ページぐらいずっと判例続くんですよで、37条が6ページ後、で37条のずっと調べて38条みたいな形であの条文自体が結構遠くなっちゃって引きにくい形になります、なので判例付き六法は別にあのあれですあの知識の整理のために持っているのはいいんだけれども例えば、講義の間とかに条文引いてとていう時なんかは判例なし六法の方が使いやすい。 と思いますでその時に、あれかな、あのえっとね、忘れてたあの、その時は別にあのどんなものでもも構わないですあの、本屋さんに行って、ぱっと見て、自分なりになんか手に馴染むなみたいなもので全然構わないので、まあ、それ1冊を持っていただければ大丈夫です。 でえーとね、ないと結構、えー、大変だったりするので、まあ、もしあの講義の前に忘れちゃった場合には受付とか、ねえー、のところであの、まあ、通学の方は特に、ねまあ、Zoom の方はあのお手元に用意していただければ大丈夫だと思いますので、まあ、通学などでもし忘れちゃった場合にはあの受付の方でで、えー、6歩対応されているので、えー、なるべくあの準備するとで特に最初に言った通り試験で使えるツールなんですよ、本番でも。 だから本番で弾けるツールだからできるだけ手に馴染むように練習しておくというのが必要になるということですね、はいまあ、その辺は詳しくはまた次回の講義で扱うとしてじゃあ少し残った時間は10分から十五分ぐらいということになりますけれども、まあ、民法の一番最初のところの、ねえー、説明をちょっとしていきますセブンサミットだと本当にざっくりになります 権利って今、説明しましまたね。36ページにあります、セブンサミット、その今から勉強することの、これから勉強する民法の本当一番最初の話をします、実は権利っていうふうに私たち言ってるんですが、実は2つの種類があるんです、2つの種類があるんですよ。 えっとね、ぜひ今日これは押さえておくと勉強するときに、まあ、民法で一番大きく逆襲分野で物件と債権という2つの権利の種類があるんです債権というのは今あの今日の講義でもちょっと触れたよね人から人に何かしろという権利これが物件と言いますあごめんなさい債権ですごめんなさい人から人に何かしろという請求権を債権と言いますでえ物件というのは何かというと物に対して支配する権利なんです なので37ページをちょっと見るとこういういうにされてます、えー、債権というのはある人がある人に対して何かしてくれとうう請求する権利なんです、ね、で、ある人がある人に、ね、請求する人を債権者請求を受ける人を債務者というんですだからお金を貸している場合には貸し,貸した人が債権者、えー、借りた人が債務者になるわけですでそれに対して物件というのは人が物を支配する権利になります。えー、物を支配すすするるる権利ととといいううことになるそうするとですねはい えと実はですねこの2つの権利というものが大体複合していることになりますでこちら、ちょっとね36ページになりますけれども例えば、売買でパン屋さんでパン買ったとっいう場合ですねこの時は実はあのパン屋さんとお客さんとの間で売買契約というのを結びますよねそうするとこのパン屋さんとお客さんとの間で売買契約に基づいてそれぞれ債権が発生します。 例えばパン屋さんはお客さんに対して契約を結んだ場合金払いというわけですつまり代金債権というのを取得するじゃあその一方でお客さんはパン屋さんに付け足しますお客さんはパン屋さんにパンの引き渡しを求めることができるパン引き渡し債権、まあ、こんな業ょしい名前ないけどね、えー、要は代金払えパン引き渡せという債権を持つことになるでこれは債権の関係なんです えー、つまり、パン屋さんが、えー、お客さんに対して代金をくれとでお客さんはパン屋さんに対して、えー、パンを引き渡せと言えるわけでその一方でパンに対してはパン屋さんが所有権を持っているわけです。これは物件なんですで実際に所有権というのはどうなるかというと、えー、売買契約によって所有権はお客さんに移転するんです。 つまり、つまり売買契約ってさ私たち当たり前のような実はやってるでしょあのパン屋さん行ってパン買ってパンくれやっていう話なんですね。で実は民法というのはその日常的に行っている契約を分析的に行う、えー、というのが一番最初に押さえておく。 という話ですると、ね、契約って何が起こるかというと大体2つのことが起こるんです1つはお互いに債権が発生すするんです例えば売買契約ならば金よこせ物よこせという債権がお互いに発生する、えー、他にも何ししましょうかね、えー、と賃貸借契約だったら、えー、要するに使わせろ家賃払えみたいな形ですかね、えー、という形で、まあ、契約というのは基本的に債権の発生原因になります ですからお互いに代金払えって言えるし、えー、パンよこせって言えるわけですでそれとともにもう1つ、えー、物件という観点からすると売買契約を結ぶと所有権は B に移りますこれつまり、物件の移転原因なんですつまり、この A はもともとパン屋さんはパンを支配してたわけだけど契約が成立するとその支配権は B に移るんですで B に移るからお客さんが所有者になります。 でそうするとこれ所有者なのにパンがええとこにあるのおかしいでしょだから引き渡せっていうわかるかな、えー、つまりもともといつパン屋さんでパン買うと自分のものになるかって言ったらああの売ります、買いますって合致した瞬間にそのパンの所有権は自分お客さんになりますとするとお客さんに所有権があるんだけれどもパンがまだパン屋さんの手元にあるって状態になっているだから引き渡せっていうの私は所有者だ だからもちろんこれは所有者だから引き渡せとも言えるし、えー、契約したんだから引き渡せということも実はできるんですねで一応、ちょっと話がちょっと難しい話になっちゃったけれどもつまりあの売買契約を一つとっても、えー、この契約の発生で人と人との関係でいうとお互いにこういうパンの引き渡しの請求権がお互い発生するそして、物に対する支配権は移るというこういう効果が生じますなので、まあ、ちょっとここら辺のところに軽く書いておくとつまり契約っていうのは 債権の発生原因つまり人に対して何かしろというふうに言えるそして物件所有権は移転原因になると、まあ、特に売買契約ねこれ S って書いてあるのは売買ね特に売買契約においてはこういうふうに債権がお互いに発生し合うという関係と その所有権が移転するっていう関係が同時に発生する、えー、ということになってますで、じゃあこの物件と債権って何が違うのか実は全く違うんです、えー、物件と債権では物件が圧倒的に強いとされています、えー、なぜかというと物件は誰に対しても言えます まあ今、私が手元にちょっとたまたま6法を持っているので私の所有物の6法だったら誰かがこの6法をよこせってもこれは誰に対してもこれは私の6法だと言えますつまり物件というのは物に対する支配権なのでえ誰に対してでも主張することができるえつまりちちょっとこちらの37ページの方になりますかね37ページにある通り物件は物に対する支配なのでもうとにかくもう直接排他的にということですね。 もう自分所有権って1個しかないんです1個のものにはだから私の六法だっていうことになったら所有権で例えば私が六法を買いましたで今これ所有者だってことになると六法の所有者は私1人なんですよだから私が直接この六法を誰からの干渉も受けずに支配することができるっていう権利なんですなのでその意味では物件というのはこういうふうに言われている物に対する直接的排他的支配権があると言われています、えー、ということですね だから、まあ、同じ物の上には2つの所有権ってないわけですねでただ、この物件というのはそれだけ強い権利なのであの誰のものかというのが分からないとやっぱ混乱するんですでと特に不動産ですね例えばこの土地は私のものだというふうになと当然、不動産も所有権、だからね不動産というのねそうすると不動産に対して所有者がい,いるとしたらその所有者は誰に対してでも支配できるわけ。 全面的にその土地を支配できるんだけれどもただそれって誰の土地かは分からないですよねだって土地に名前書くわけにいかないでしょだからどうするかというとその物については公示といっていいかなあのここにあるけれども物件があれば基本的には誰にでも主張できるんですよもう俺のもんだって誰にでも言えるんだけれどもただ誰のものか分からんっていう状態になっちゃうわけです特に物だってそうじゃん例えばその六歩は私のものですって言っても 外かからら見たら分かんないですよね、まあ、仮にですよ、えーとまあ、一つの例として、えー、ななんでもいいか、えー、例えばお店に行ってもう一点ものの指輪があったとする時計にしようか一点ものの時計があったとするでその時計をあるお客さんの A さんが買いに行きましたで買って売買契約成立しました成立した瞬間に A さんのものになるんだよねだけど A さんは売買契約成立した後にそれをしばらく取りに行かなかったとするよね そうするとお店にその時計はずっと置いてあるわけだそしたらそれが A さんのものってわからないよねでもし仮にそれが A さんのものってわからないで B さんが買ったりしたらもうわけわかんなくなりますわなで土地もそうだよねこれは私の土地だっていうふうに言っても土地,に名前つけ土地とか建物に名前つけられないから誰のものかっていうのはわからないそうすると、まあ、取引の安全という観点でやっぱり害するわけだよ いいよね、特にさっきちょっと触れたけれどもあの物件は契約で移転しちゃうからさっきのような一点物の時計があったときにお客さんが買ったけど持ち帰らなかったなん時にはお客さんのものなんだけどお店にあるって状態でずっと置かれているから買えないんでうかつにでそうするとやっぱりある程度その直接的排他的支配権なんだけど誰のものかがわからないっていうことはやっぱり良くないなのでこれを人誰のものかを外に出さないといけない。 っていうふうふにしてるんです、えー、つまり、この物件というのは公示と言われています例えば不動産というのはこれは、ね、民法では登記ちょっと今日出てきますよねあれ登記って何のためにやるかというと登記をしないと自分のものだって言えないんです第三者にで、えー、をしでちなみに動産だったら引き渡しなんですだから先ほどの,あの時計の例だったら あの売買契約は成立して所有権は移転してるのよ一応所有権は移転してるけれども引き渡しを受けない限りは他の人に主張できない第三者に私のものだってでなのでこの物件というのは強い権利なんだけれどもその外から誰のものかが分からないってことが起こり得るからちゃんと工事をしないと配達性がないとされてるんですよ これを公示の原則といって物件の排他性というものは公示を具備して初めて生じるという考え方を取りますでこれはあの民法の学習の中でまたやるからねなので例えば皆さんが、えー、さっきの時計の例だとすると自分のものだというためには言ってみれば本屋さんじゃなくて時計屋さんに行ってそれくださいって合意をして所有権は移るんだけど合わせてそれ引き渡しを受ける で引渡しをを受けるるることで工事を備えるってことになるそうすると、工事を備えた場合には私のものですということを誰にでも言える完全な権利になるということなんですね、不動産も同じ、誰かから不動産買いました、私の土地だ、やったとっいうだけではだめなんです、それをちゃんと登記を備える、登記を備えると完全な所有権になる、で完全な所有権になるからもう第三者、どんな第三者にでも私の土地だと言えるようになるんです。 でさらに、まあ、ここまでやるんだけど物件と債権どっちが強いかというとあのあごめんなさいまずどうぞ物件というのはこういう関係にあるんですよ例えばこれ土地にします土地が X に売りました B はあ X が A に売りました B に売りましたでこういうのを二重譲渡というんですよで二重譲渡っていうんだけれども A も所有者 B も所有者ってことになっちゃいますよね じゃあどっちが強いかというとこれお互いにまだ登記を備えてないとします要するに X は A にも途中って B にも途中ってみたいなことをしたそうすると今これどういう状態登記を備えてない場合にはお互いに私が所有者って言えないんですよえつまり工事を備えて初めて私が所有者だって第三者に言えるようになるつまりあくまでもその売買契約を結んだ段階では不完全な物件で 不完全な物件で所有権移ってるけどね不完全な物件で工事を備えて初めて完全な物件として配達性誰にでも俺が所有者だっていうようになるすると今の段階は A と B はお互いに配達性がある状態になってますあないね配達性がないとお互いに不完全な状態でなると例えばこれどっちかが登記を取るとします例えば A が登記を取るとどうなるか A の所有権はこれで配達性を得ることになるそうすると A は B にに対して私が所有者だと主張できるるようになるわけそうするともう B は反射的にもう権利主張できない投機って一人しか唱えられないから、ね、そうするとこのように A は投機をグビしない限りは B に対して完全な所有権主張できない配達性がないんですということは A は投機を備えれば A の勝ちなんですでじゃあ B が投機を備えると実は B が勝っちゃいますなぜかというと後出しでもいいんですよ先に投機を取った方が勝つことになる いいですかね、ということは実はあの、まあ、考えてみたらなんか時計のくだりってあったじゃんさっきのやつで A と B に時計を2人に売っちゃったお店があったらどっちが勝つってたら先に取った方が勝ちそうじゃない実は、まあ、日常的に我々があの一般的に考えている結論と変わらないんだけれども民法的なな分析をするととそういういことなのよある時計を A と B に二重に売っちゃったって状態になるとどちらも要するに不完全な所有権なんだ 排他性がない排他性を得ればおおあの相手に言えるようになるじゃあ、排他性を得るためには何が必要かというと物件は工事がいるで、動産の場合には引き渡しだから先に時計の引き渡しを受けた方が排他性を得るから主張できるだから後、後後出しでもいいんです、実は後出しでも後から買った人でも先に工事を備えれば勝てるということになるつまり、えー、物件相互間では先に工事をとかつじゃあ、ちなみにこれです債権とは、対物件。 これはちょっと今日最後にやることになりますが少しあの具体例を考えてほしいです、X、が、これ土地の所有者で A に対して土地を貸しているとしますこれは賃貸借ってやつです X が A に土地を貸してますで A は今、賃借権に基づいて使ってまいてってます要するに簡単に言うと X と A との間で賃貸借契約を結んでいです賃貸借を結んでいます でそれに対してその後 X が B に対して土地を売りましたとすると新しく B は所有者になったという状況です、まあ、ちょっと状況わかるかなでこの時に A, A が今ずっと使ってます X から土地借りてるんですねえ X が土地を借りてて使っててで、えー、その後 X が B に土地を売ったら B からしてみればなんかこの A が邪魔だなってなるわけですね んで勝手に使ってんのこの A はとじゃあ A に対して出てけっていうふうに言えるかつまりどっちが勝つんでしょうという問題なんですねでこれはしっかり理解しておいてくださいあの当然あのこれについては細かな話は後々出てくるんだけど原則 A はこれ出てかなきゃダメあの B に勝てないどうして勝てないかっていうのをちょっと説明すると私が所有者だっていうことは B は誰にでも言えるよね なぜかという所有権は物件だからまあ言ってみれば放射線みたいな武器なんですよ。もう誰に対してでも俺のもんだ、俺のもんだ出てけ、出てけ使うな、使うなって言えるんですよ。じゃあ、B は当然 A に対して出てけって言えますよね、誰にでも言えるから。じゃあ、A はどうですか、A が持っている権利は債権だよね。債権というのは、その人に請求する権利。 つまり今回契約を結んでるのは X と契約を結んでますよね。ということは A は X に使わせろということはできるけれども B に対しての主張はできないんですよだって B はだって契約の当事者でも何でもないでしょで債権っていうのはそういう意味ではあくまでもその,その人に対してさせろっていうだけだから考えるはそうだよねお金返せっていうのは借りた人にしか言えないでしょ お金借りて,ない人に対して別な人に貸した金返してって言えないのと同じで実際に契約当事者じゃないと返せって言えないそうするとこの,あの事例で言うとこの土地については B は物件である以上言えるんですよ A に対して A に対してお前出てけやって私は所有者だっていうことで言えるつまり誰にでも言えるからだけれども A は A が使っているのは賃貸借という債権なので債権は えー、その X にしか言えないから B に対して私が使うということを主張できない結果的に一方的に出ていくことになりますでこれがあの物件の方が勝つ理由です、えー、物件は要するに全方位的な武器なんですよ全方位的な武器なんだけど債権はピンポイントにそいつにしか言えないから、えー、所有者が変わっちゃうと言えなくなるなのでこのように物件が優先されるこれが売買は賃貸借を破るっていう格言なんですね でもちろんこれ結論すごいかわいそうですよね A はですよねずっと土地使ってて相手が所有者が変わったら出てけっていうのを認めるのはもう明らかにおかしいのでこれはちなみに民法では修正かかってますやっぱり土地の,この賃借人保護のためのいろんなルールがあります、えー、特別な法律で借地借家法っていう法律があったりとかその土地を借りてる人とか建物を借りてる人を保護する法律はあるんだけれどもただ民法の原則的ルールはこうなってるよってのは知っておいてくださいなので 原則ルールに従うとこういうことになるわけですね、えー、物件相互間では先に工事を備えた方が物件優先します物件対物件はねで債権に対しては原則として物件が優先するとつまり物件同士だった場合にはごめんなさいねこれで今日おしまいですねラストですね物件同士だった場合にはその工事を取った方が勝つで物件対債権の時には 物件対債権の場合には原則として物件が勝つというような形で進んでいきますで特に民法の1回目の講義以降でも、まあ、最初の科目は民法なんだけどこの物件と債権の違いっていうのを、まあ、民法の1回目なんかからも意識しておくと。あの とても論理的にできるところになりますので、えー、一応こちらの方までということですねで。あとはセブンサミットについてはちょっと使い方だけですが、えー、本日全体構造編で一応薄いなんかテキスト、えー、もしくはえこの冊子がいっていると思いますが、まあ、こちらについてはまあ適宜ですね。あのー 通常の講義の中ではあの通常のレジュメとあとはその科目ごとのもので全然大丈夫ですでこの全体構造編どういうふうな、まあ、テキスト使い方かというと、まあ、科目が全部終わったぐらいの総まとめみたいな見方がいいのかなと思いますあの一応ねなんか要約的に一応いろいろ書かれてはいるんですけれども、まあ、どちらにせよ、えー、講義の中で各科目についてしっかり扱っていくことになりますので、まあ、このセブンサミットの全体構造の部分については、まあ、適宜科目がまあ終わる段階とかで、まあ、総まとめ的にちょっとまあ,あの ととと見ていいいいいくかかね、まあ、そういう使い方で良いかなと思いますで次回からは民法ということになりますので、えー、民法の1回目はあの特に、ね、一番最初の内容になりますから、えー、まあ学習の進め方も含めて,進めていくあの確認してから内容入っていきますで特にまあ今日は全体構造編ということになりますので、まあ、これから学習する法律の勉強がどういうものかということとか、まあ、学習の仕方の指針みたいなのが、ね、しっかりつかめればいいのかなという,ふうに思っております。でではは、えー、次回からは本論編とということでか 項目の方を進めてまいりますでは本日の入門講座ですね全体構造編第一回まあ全一回になりますけれども以上といたしますそれではお疲れ様でした